まあ11月で1ヶ月間でどれくらい稼げるか検証していこう。お、クルーズ来た。うなさんいらっしゃい。コテハン、米ビューつけてないから意味ないけどね。はい、おじびさんお疲れ様です。ゆいがさんいらっしゃい。頭いいよね、この人。ありがとうございます。褒めてくれたわ。浮気症の意味がわかんないけどね。あかなしで見てるってことか。へえ、それ裏で見るっていうんだ。ありがとう。アカウント作ってくれた方が嬉しいけどね。横山みどりさんいらっしゃい。元気っすか、みどりさん。いや、褒められて去ったの初めてだね。濃い味はどつ。すごいね、うなちゃんまん、ゆいがさん、みどりさんが見てるね。俺の放送今。31位ランクインありがとう。ああ、また早く女の子抱きたいな、あっという子の緑。なんか緑さん浮気して離婚したらしいよね。ああ、みんな知ってる？ロハコさん入院すんだよ。川崎洋平来てほしい。川崎洋平くんって今どうなの？大手の。ニコ、今のニコ生では。大手になった？洋平くん。のぞぞりお久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりっす。元気っすか？和子さん糖尿病で、心臓が詰まっちゃってて今。で、カテーテル手術だって。あ、沸かせてないんだ。プルさんはどつ？ダメなんだ。洋平くんね、洋平くんふわっちやってたけど、来なくなっちゃったね。全然来なくなっちゃったよ。やっぱニコ生が居心地よかったんだろうね。合う合わないあるからね、配信サイトで。練習した子？え？川崎洋平はニコ生の中継配信者だよ。メグちゃんはどつ？おはよう。マメちゃんおはよう。なんかね、別荘っていうか、なんかリスナーさんから650万の別荘をもらったか、借りたのかな？ただ同然で借りて、っていう感じだよね。ニコ生の方がラグない。ニコ生をキャプチャーしてるから。ニコ生の方がラグないっすね。ああ、違う違う違う。あいつはなんか引退した。やめたって。根性ないのはやめた方がいい。配信で飯食うっつうのはそんな甘くないよ。またクルーズ？どんだけよ。もう配信者がいなくてクルーズが難民化してるじゃん。クルーズが難民化してるじゃん。もう見る配信サイトないんでしょ。配信者が少なすぎるんだろうね。やばいな。クルーズさんいらっしゃい。いや、クルーズ2周すごいよね。いや、難民じゃない。プロ配信家だから、俺は。俺はプロだよ。なんで俺が税金泥棒の？税金なんか盗んでない。税金は盗んでないです。知り合いの山口くんに似てる。
お前の知り合い知らねえよ。聞いてねえわ。どこに聞く要素があったんだよ。どう判断したんだよ。聞く要素ゼロだよ。ミュウツー戦はマジでやらないのですか？さあ、なんか変な例えかもしれないけど、みんなだったらやる？俺は、例えばさ、なんでやらなきゃいけないのかが全然わかんなくて。俺は一応ドルさんには正式に断りましたよ。はい、若津。だから、火葬の無主と殴り合いをしたりしても意味がないっつうか、俺は絡みたくない人とは絡みたくないのよ。サバゲーはもうすぐ今月の頭にやりますね。まあ、放送するかどうかはわかんないんですけど、鮫島さんの企画なんで、やらなくていいよね。ミュウツーとやったところで何のメリットもないもん。あ、来てくれてありがとう。いらっしゃい。馬っつうか、俺はいや、ブルったんでしょ？え、川崎洋平で、いや、便所さんが名前を出したらしくて、便所太郎さん、川崎洋平と和道面白いんじゃない？っつって。なんか、便所太郎さんが、川崎洋平の動画にハマってるらしいんだよ。で、金梅さんの面会に行った時もずっと川崎洋平の踊ってみたを見てて、すげえ面白いって言ってて。で、その後にリスナーさんからポンプが来て、川崎洋平と和道いいんじゃんって。そうそう、強そうだし、ありだと思うんだよね。俺もありだと思う。そう。ミュウツーはトレーニング損。知らないよ。知らないよ、そんなの。それはミュウツーの都合じゃん。あ、ガリガリなんだ。じゃあやらないかもね。まあでも、洋平くん配信者で、やっぱりプロ意識高いからやるんじゃないかな。どうなんだろう。結構、ニコ生系の人とやってみたいなっていうのはあるよね。手頃ニコ生も巻き込みたいんだと思うよ。踊り完璧だよね。笑うよね、あれ。あれ面白いよね。そうそう。もう不真面目だし、2ヶ月通ってあれかよっていうのもあって。で、別に弱い人とやるのも、過疎とやるのも嫌だし、もともとあいつアンチだから、俺の。カリバさん入院中じゃなかったっけ、今。カリバさんも面白いかもね。あ、プラーナか。腐食ね。あ、実践してるんだ。もともとずっと言ってたよ。スピリチュアルの頃から。食べるのをやめたいって。食べるのをやめて、腐食で生きていくって。なんでだろうね。食事って喜びだと思うんだけど。川崎洋平を指名したの。やる可能性大なんじゃなくて。川崎洋平やろうよって。俺が呼びかけた感じね。洋平くんから、洋平くんが何て言ってんのか知らないけど、どうなんだろう、話題になったのかな。一応900人とか見てる前で洋平くん指名したんだけどね。なんかヨガとかやってんでしょ、川崎洋平は。また詐欺してんの？ あ、そうなんだ。ツバニャンね。またっていうか、わかんないけど、またなのかどうなのか。まあ、俺は捨て頃出たいから、誰とでもやるけど。まあ、ミュウツーは出れないでしょ、捨て頃。あのレベルじゃ、怪我するよ。金取って興行でやるわけだから。カバン盗まれた？マジか。ていうか、こんなに盗まれるか？どう思う？みんな。カバンこんなに盗まれると思う？財布盗まれた、カバン盗まれた、多すぎない？配信者。なんでこんな都合よくカバン盗まれるの？ なんでこんな都合よくさ、カバンとか財布盗まれるんだろうね。こんなに怒る？俺人生で一回も盗まれたことないの。カバンとか財布とか。いや、支援しろってことだろうけど、だったら支援してくださいっていう方が気持ちよくない？
なんかその人の、なんつうんだろう、いいところっていうかさ、人の優しさとかを踏みにじる行為だと思うんだけど、クレカ止めないととかね、考えるよね。カバン盗まれたこと俺も人生で一回もないから。でも配信会見てると毎日のように財布落としたとか、カバン盗まれたとかさ。あ、そうなんだ。うなちゃんは7回ぐらい盗まれてんだ。すごいね。なんか嘘っぽいよね。現状言ったもん勝ちだからね。いや、まあいや、ねえ、事実はわかんないけど、こんなに都合よく配信会でさ、毎日のようにみんな盗まれたって、本当かなっていうのは思っちゃってもしょうがないよね。ねえ、なんか俺はそういうやり方はあんまり好きじゃない。なんか財布盗まれたことと、花火が上がることが結びついてるのはちょっと嫌だかな。ハロウィンの掃除で盗まれたとか笑う？ ハロウィンの掃除しに行ったんだ。偉いじゃん。うなちゃんの犬のがん設定詐欺もひどすぎる。いやー、やだよね。ちょっとね。あ、まあ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 、下水。だって、妻には先月200万ぐらい稼いでない？2、300万稼いでんだよ。ふわっちだけで。で、裏っ引きとか入れたら300万とかいくでしょ？ 1 ヶ月で300万稼いで財布盗まれましたってさ。まあ平気だろ、ノーダメージだろって普通の人は思うでしょ？ ノーダメージでしょ？ノーダメージ。いや、金持ってっからいいじゃんで終わりでしょ？財布には1000円しか入ってない？全部嘘だな。嘘しかないな。じゃ、っていうか、配信切って被害届出しに行きなよな。え、被害届は出してないの？盗難届とかさ、なんか出すでしょ？アコムで生活してんの？嘘しかないじゃん。嘘で塗り固められた人生じゃないですか。プレミアム会員登録ありがとうございます。すごいな、本当に。なんかもう、誰も信じられない。何も信じられなくなるよね。いいのかな？まあいいんだろうな。まあでもそういうのって全部いつか人生で返ってくると思うよ。なんか信用できないって。やめられない。俺はあんまり好きなやり方じゃないな。ああ、殴られたのは本当だよ。怪我してるよ。ドレさんは金ない。ドレさんは100万ぐらい稼いでんだけど、でも、なんか周りに配ってるらしいよ。ドレの深夜食堂は。俺も交通費と、なんだ、ファミレスの食事ごちそうになったよ。で、その5000円、タクシー代っつって5000円もらったの。いや、多いなと思ったけど。で、タクシーで払うときに、で、その、レストランで3時間話したのよ、配信外で。で、最近も貧乏暮らしですか？そうだよ、つって。じゃあ、あれですか？って。スーパーのお惣菜とか、蕎麦とかまだ食べてるんですか？そうだよ、貧乏暮らしだよ、贅沢はしてないよ。って言って、5000円タクシー代くれて、ワドありがとなって。ワド一緒に頑張ろうなっつって、ありがとうございますってありがたく受け取ったの。そしたら、その5000円札、が挟まってたの。ドルさんが多分、その、お金渡す時にレシートを挟んじゃったんだけど、そのレシートが、肉のハナマサ、ステーキ、1500円って書いてあって、お前いいもん食ってんじゃねえかよって。何がお前、スーパーのお惣菜食って、1500円のステーキ食ってんじゃねえかよと思って。ちょっと笑ったよね。大嘘つきだよ、本当に。いや、嘘つきでしょ。何がスーパーのお惣菜で半額のを未だに食ってるだよね。お前、1500円のステーキ食ってんじゃねえかよ、と思って。
平気で嘘つくかな。もう誰も信じられないでしょ。なかなかいいの食ってるよ。一月160ぐらい稼いでるだろうね、荒野は。100万以上稼いでるよ。いや、目の前で嘘つかれたからね。しかもね、なんかね、もう3時間ぐらいプライベートで話したんだけど、もう頭おかしくなってて、ワド、俺は実はドラキュラなんだよね、とか言い始めて。え、どういうことですかって。まあ、乗っかってみたんだけど、いや、俺400年前からフランスで生きてて、若い女とかしか食ってないから、で、400年も生きるとドラキュラも、なんか寿命が来るんだよ、みたいなことを言い始めて。だから、ババアのリスナーは食えないんだよね、とか言って、もうなんかずっと喋ってんの。なんか俺はもう、いや、病気だわ、と思って。で、のんちゃんから帰ってきてっていう催促の電話かかってきてんだけど、まあいいや、付き合おうと思って。世話になってるし、と思った。そしたら今度はなんかアンチコメントは宇宙の裏側から来るとか言い始めて。で、またずっと喋ってて、って言ってて。で、今度は、本当の俺の正体知ってるか？みたいなこと言い始めて。いや、知らないっすって言ったら、俺は実はカエルなんだって。配信会で3時間だよ。きついぜ。配信会で3時間で投稿失調症の会話聞くのきついぜ。なんか俺本当はカエルなんだよね、とか言い始めて。なんかそれも長いし。もう絶対病気治ってない。そう、それで、いや、病気悪化してますよ、みたいなこと言ったら、いや、この前医者と対談をしたとかわけのわかんないことを言い始めたの。この前俺は医者と対談をしたんだよね、って言って、え、対談？と思って。ただそれ診療所に通っただけでしょ？と思ったんだけど、まあ突っ込まないで、あ、対談したんですね。そしたら、医者と対談をした結果、お医者さんからすると、統合失調症は治ってると。もうその会話が統合失調症だから。もう全然意味がわかんない。きついでしょ、ゲイリー。いや、本気で言ってんだよ。配信外で言ってるんだよ。俺はドラキュラだとか、俺はカエルだとか、アンチコメントは宇宙の裏側。宇宙の裏側ってなんだよとか。もうずっとそんな話3時間聞かされて、頭おかしくなりそうだったよ、俺も。病気だよ、病気。そう。で、女最近リスナー食ってないですか？って言ったら、食ってないって言ってたの。女は食ってないって言ってて。でも帰り際になんか、何にお金かかるんですかって、100万稼いでお金かかるでしょ？って言ったら、いや、女に金かかるって言ったからね。よくわかんねえなと思って。さっきあんた女いないって言ったでしょ？って。帰り際に、何に金使ってんすかって言ったら、いや、女に金かかるんだよねって言って、もう病気だな、こいつと思って。もうね、言ってることが全然変わるんだよ。二転三転するんだよ。二転三転。いや、配信外だよ。配信外。いや、ネタじゃないんでしょ。ネタじゃないんだよ。ガチの人なんだよ、ガチ。病気だよ。いや、俺、精神持たないよ。そう。やばいよね。なんか本音で話せるのは和道と、なんつったっけ？北海道の配信者へなんとかっていうやつだけだとか言って。誰も信用できないとか言ってたよ。俺が信じられてプライベートで何でも話せるのは和道とその北海道の配信者だけだとか言って。お前だからドラキュラであることをカミングアウトしたとか言って。やばいよね。あ、そう、そのガブっていう人かな。いや、俺はそういうの慣れてるから、マメちゃん。慣れてるからね。全然平気なんだけど。いや、アイラじゃない、アイラじゃない。そのガブちゃんっていう人らしい。何でも話せんのは。なんかよっぽど辛いことあったんだろうね。なんかよっぽど辛いことがあったんだろうな。何があったんだろうね。ドルさんの動画作ったよ。スパーリングの動画、俺のツイッター見たら上がってるよ。俺、だからレストランに行く前、スパーリングやったから。2分1ラウンドしかやんなかったけど。もしよかったら見てみて。ツイッター見てみて、俺の。慣れてる。そう。病気ばっかり、病人ばっかりだから。いや、ほい、面白いよね、あれね。
対談形式で。いや、だから、違うんだよね。なんかカメラ回るとね、変わるんだよ。配信外だとね、なんか、本音で話してる風で、俺はカメラ回させてって言ったんだけど、いや、話せない内容があるとか言って。カメラが回ってると話せない内容が、俺は本音で和道と向き合いたいっつってた。今日も朝起きたら、なんか、お前と話せてよかったって、なんか3通ぐらいメールが来てたね。すごく楽しかったっつって。画質いい？そう？ありがとう。レッツノートだね。まあ確実に言えることはもう、ドレさんは末期の統合失調症だよ。そうそう、ラグいよ。若干ラグい。でもまあ大したことないよ。多分2、3秒ずれてるだけだから。そんな気になる感じじゃないよ。末期でしょ。いやーね、金取ってもいいぐらいだよな、本当にね。3時間カウンセリングはきついよ。老人ホームでも開こうかな。いやー、肉体やばいよ。ターミネーターだよ。本当に。裸で歩いてるの？そうそう。緊急入院されてるの。障害者手帳で言ったら2級か1級かなんだよ。緊急入院って。要はもうこいつ出しちゃダメだっつって、その精神病の入院の中でも牢屋にぶち込まれるタイプなの。ガッチガチに縛られるタイプなのね。そう、フリチンで歩くってすごいよね。そう。で、気がついたら病院だったって。で、病院で女の子ナンパしてたっていう。やばすぎるだろ。気がついたらフリチンで街中を徘徊して警察に補導されて、そのまま目覚めたら精神病院、牢屋の中にいて、で、数ヶ月、その メンヘラの女の子を口説いてたんだって。いや、なんでそんなことになったんだろうね。ドラキュラだからじゃない？ドラキュラだからでしょ。いやーもうすごいよね。未来から来たんじゃない？ 400 年生きてて、その若い時はフランスにいたらしいよ。事件だよね。あ、カメラ回ってた。俺絶対論破してたわ。カメラが回って突でその話題振られてたら、俺はボロボロに論破してた。配信見てるとそうは見えないけどな、コミュ障ではなさそうだよね、ドロさん。いや、コミュ障どころじゃない、コミュ障だよ。あのね、精神病の中でもいろいろあるんだけど、ずーっと喋ってるタイプなの。ほら、ゲイリーよく見てごらん。コメントが10分間止まってるのに、あの人10分間喋り続けるんだよ。だから、もう俺本当に3時間一緒に話してたけど、俺から話題提供1個か2個だよ。3時間ずーっと生放送を聞いてる感じだよ。あ、花火ありがとう。おはようございます。花火ありがとう。ずーっと喋ってるんだよ。俺はカエルだとか、なんだとか。病気でしょ、明らかに。喋りはうまいんだよ。喋りはうまい。内股で座ってる写真、あれ面白かったよね。こんばんは。いらっしゃい。そう。いや、頭は悪くないからまともに見えるんだよ。頭は悪くないの。IQ は高いんだ。だから、板場バーとかもそういうタイプで、IQ 高くて司法書士の資格とか狙ってるぐらい、もう、なんつうの、頭はいいんだよ。だけど、精神病って IQ 関係ないから。IQ は話聞いて高いよ。記憶力もいいんだよ。10年間一人で喋ってたのかな。頭の中でいろんな話がぐるぐる回ってんのかな。いや、なんかね、話が飛ぶんだよね、急に。あとなんか、便所太郎は、どうのこうの、みたいなこと言ってたね。便所太郎が、俺を潰そうとしてる、みたいな。もうね、よくある話なんだけど、創価学会の会員がつけてくるっていうのと、あと、電磁波が襲ってくるっていう、その 被害妄想、よくある話なの。で、よく出てくるのが、その電磁波とか、電波とか、創価学会っていうのはもう業界で定番なのね。その統合失調症の人みんな言うのよ。
だけど、ドレさんは、この三つのどれでもなくて、なんか、便所太郎は、どうのこうの、みたいな。それがちょっと面白かった。あと、宇宙人。じゃあ、宇宙の裏側からアンチコメントが来るっていう。そう、盗聴系もあるね。そう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 。そう、盗聴系もある。板場はまあ、精神疾患持ってるだろうね。悪い人じゃないよ。一回怒り出したら止まんないタイプね。もうずーっと怒ってるっていうか、アドレナリンが過剰に出ちゃうタイプ。板場は。のんちゃんがそれに近いね。なんか、その薬、のんちゃんってほら、まったり喋るでしょ。和道さん、こんにちは、みたいな可愛い声で喋るじゃん。で、のんちゃんの病気って、実はアドレナリンが過剰に出すぎてて、ヒャッハーってなっちゃうのよ。だから、ヤクザとかに喧嘩売っちゃうの。だから、ミュウツーのことボコボコにしたじゃん。あれが本来ののんちゃんなの。要は薬が切れてる状態なの。で、普段まったりボケーとしてて、のほほんとしてんのは、薬が効いてる状態なの。だから、エヴァンゲリオンと一緒で、本来の力を封印するために薬。薬で封印を解かないようにしてる。だから普段の薬切れた時ののんちゃんはすごい。おとなしくなる薬なの。そう。のんちゃん薬すごいよ。いやー、ボッコボコにしてたよね。88発殴ってっかんね。どうなんだろう。便所さんがやるのかな。安定剤だね、簡単に言うと。荒野もね、薬飲んでるから酒飲ませない方がいいよ、あれ。あれ、頭おかしくなるよ。薬と酒は絶対混ぜたらダメ。カエルの、いや、カエルだとかドラキュラだとかなんかよくわかんなかったね。でもね、そんなこと言われてもね、そうですかとしか言えないから。あ、デパスか。デパスと酒はダメだね。俺薬飲んでたけどやめたね。絵本の読みすぎ？何なんだろうね、ドラキュラって。でも、若い子は近づかない方がいいと思うよ。なんか若い血が飲みたいとかよくわかんないこと言ってたから、多分ね、変な事件起こすよ、ドルさん。本当に。若い血が飲みたいとか本気で言ってたから、俺はドラキュラだからって。若い子本当にリアドしたらダメだよ、ドルさんのところ。本当に大事件起こると思ってるから。捨て頃どころじゃない。ニュース沙汰だよ。プップクプー。どれの深夜食堂などと名乗っており、供述では、プップクプーワンツーイヤホイと、わけのわからぬことを申している。そう。港区在住54歳。いや、なるでしょう。危ないよ、本当に。酒と精神薬、危ないよ、本当に。脳やばいよ。本当にやめた方がいいよ、荒野は。若いうち。本当30代とか、ろれつ回んなくなるよ。本当に。もうそんなの腐るほど見てきてるから。酒と精神薬は本当にダメ。薬がね、何倍、10倍くらいに効いちゃうんだよ。脳やられる、完全に。だから、精神疾患の人がろれつが回んないのって結構それがあるんだよ。舌が痺れるの。俺も薬飲んだ時ね、やっぱりろれつがね、若干回んなくなってくんだよね。ぼーっとするっていうか。まあ薬の種類にもよるんだけど。でも何かしらの脳のダメージは半端じゃないよ。だから覚醒剤みたいなもんなんだから。ロックスターっていうかね、なんかあいつ、プロフィール欄見るとわかるんだけど、パンクに憧れてるって言ってんだけど、なんか、リスペクトするアーティストはっていうと、カート・コベインっていうの。カート・コベインはパンクスじゃないんだけどって何回も説明しても分かんないんだよね。あいつは多分ヒッピーとかグランジとかニューエイジタイプなんだよ。憧れてるのは。だけどね、パンクスだって言い張るんだよ。カート・コバーンなんだけど、日本語だと。英語の発音だとカート・コベインっていう。そう。日本だとカート・コバーンが定着してるけど、カート・コベインだよ。はい、若津。グレープフルーツジュースも良くないの？あ、そうなんだ。俺結構好きだけどな。グレープフルーツジュース。コベインだよね。合ってるよね、俺。カート・コベインだよね。合ってるよね。向こうの発音ね。似てる。と言われたよ。顔も似てるって言われたよ。やってみる。すいません、つってね。
ハート・コベインで合ってるよね。そうそう、オアシスじゃなくて、オエイシスとかね。カート・コベイン、合ってるよね。コバイン、コベイン。合ってると思うよ。ひろゆきはアスペじゃないかな。ひろゆきはアスペかどうか。アスペではないと思う。あのね、あれはね、もう、ひろゆきは違うと思う。あのね、プログラマー気質なんだと思う。要はね、もうね、答え出すのが大好きっていうか、なんかね、事実だけ見るっていうかね、コンピューターみたいな考え方するんだよ。だからね、感情系の人に、こう、ぶつかるっていうか、その気持ちとか読み込まないで、こうなったらこういう最速、最短で、最大効果。費用最小、効果最大で出ますよね、みたいな喋り方をする。そう。そうそう、合理的なんだよ、そう。だから、そうしたらこういう人がリストラされるじゃないですかって言っても、いや、それが経済にとって、じゃあ資本主義を否定してるんですかみたいな。要はね、持論を展開するんじゃなくて、その事実を客観的によって、功利主義者っていう感じかな。功利主義。要は最大幸福を追求していって、それを実践するタイプだと思う。石野くんの扱い方を教えてください。石野とどうなりたいの？あなたは。そう、感情は理解してるんだよ。っていうか、あれは性格が悪いだけだと思ってるね。ひろゆきは。ひろゆきはね、サディストなんだよ、多分。性格が、簡単に言うと性格が悪い。分かっててやってるから、あれ。要はね、人を怒らせるときにちょっとね、笑いなんだよね。サドゥって何なの？なんかサドゥって書いてあったね、今日。楽しく普通にコメントしたいだけ？ああ。いや、普通にコメントすればいいんじゃない？でも、ブロックされるのが嫌だったらコメントあんまり煽らない方がいいと思うよ。メガホンありがとう。インドの修行僧のことサドゥっていうの。あいつ日本から出たこと一回もないくせに。なんか俺、石野も石野でかっこいいんだけど、石野浩介はかっこいいんだよ。ただね、もうね、俺からするとただのおにぎり泥棒だと思ってるから、俺の中では、石野浩介ってどんなやつって言われたら、いや、おにぎりを盗むかっこいいこと言うやつだよっていう。だからやってることはおにぎり泥棒だから。だから言うことはめちゃめちゃかっこいいんだよね。ヒンドゥー教における行者、苦行僧。ほーん。そう。職業はおにぎり泥棒だ。いや、まあ食い物は大事だよ。だマズローの5段階欲求説からすると、やっぱりね、衣食住が一番満たされないダメだよ。石野は尖ってるよ。超かっこいいよ。いや、言葉に伴ってないとは思わないけど、別に。ただ、なんか、不器用だなとは思うね。いや、石野は来ないと思うね。石野は金掴んでも幸せにならないと思う。あ、女性リスナー気をつけないとね、すぐいやらしい目で見るからね、あいつ。なんでコメントしちゃダメ？いや、コメントすりゃいいじゃん。コメントしちゃダメなんて言ってない、俺。まあ、俺もうさぎ泥棒だけどね。確かに。うさぎ泥棒したらめちゃめちゃ怒られたからね。ツナおにぎり美味しいよね。てか米の話しないで、今減量中だから。米なんか2週間食ってねえよ。久々パン食っちゃったけど、もう、アドレナリンっていうか、なんつうエンドルフィン出たね。うまみたいな。パンうまみたいな。うまくかわしてんならいいんじゃない？あ、そうなんだよ。あのね、川上会長も言ってるけど、元川上会長か。あのね、炎上ってね、放置するのが一番いいんだよ。なんでかっていうと、次の炎上を求めてるだけだから、炎上に、反論をするとか、荒れてるところに反論するってね、負けをくべてるようなもんなんだよ。で、本質を分かってないから炎上してるだけだから、ほっとくのが一番いいんだよ。本気で怒ってないから炎上するんだよ。
みんなね、本気で怒ってるから対応しないとって考えちゃう。ネットなんか好き勝手言ってるだけなんだから。うさばらしだからね、ただの。炎上はスルーするのが一番いいの。嵐もスルーするのが一番いい。金梅さんが言ってたもん。和道くんって。嵐はスルーが一番効くから。ほっとくのが一番いいよって。スルーしなって言ってた。金梅さんから俺のアドバイスの。スルーだよとか言って。構ってほしいから荒ぶってるだけだからこいつら。そうだね。だから、なんか、アンチコメントとかも5分続かない。本当に怒ってないからね。いや、別にやっていけるよ。それは昔でしょ。スルーだね。ふわっちのアンチコメがきついんじゃなくて、予算とかバーって入ってきたから、ニコ生民が移動しただけだから、はっきり言って。もうわかってるから。ニコ生勢がガッて来たタイミングがある、急に荒れ始めたんだよ。だから、あれはふわっち民の皮をかぶったニコ生リスナーだから。そんなに荒れてなかったんだよ。むしろふわっちを昔から見てる人からするとね、なんかもう変わっちゃったっていう感じなんだよ。もともと超居心地よかったから、ふわっちは。爪切るのめんどくさい、そう。あ、お金払ってるのにこびるっていうか、こびるっていうか、なんかね、俺も不思議なんだけど、アイテムくれる人ほどだよ。アイテムくれる人ほど少なくてごめんなさいって言うのよ。違うと、荒ぶってくれって言ってんの、俺は。アイテムを投げてるんだから好きなこと言っていいんだよ、あなたはって言っても、だからね、人間ができてる人ほどアイテム投げるんだよ、だから。だから、心が満たされてるから、そうなんだよ。わかる？だから、その、アイテム投げないやつほど強気なコメントなの。なんか偉そうなの。だから、それは面白いよね。人間性がわかるよね。あ、要は、ただの人間ほどずうずうしいんだ。そう、人にお金配る余裕がある人ほど心が豊かだったり、考え方が豊かなんだよ。まあ、そういうもんだよ。いや、人間性だと思ってるよ、俺は。アンチって一括りにすると分かりづらくなるけど、要はね、アンチコメント書いてるようなやつなんか、俺顔見たことあったりとかさ、面拝んだり話聞いたこと何回もあるから、まあ、そういうことなんだよ。そういうことなんだよ。ただ単に和道にキレられたいだけでは。いや、そうでしょ。それがファン心理ってもんじゃない。だってみんなもそうじゃない？ファン心理って。そういうもんだと思うけど。ファン心理、ファンビジネスっていうのは。それ普通のことじゃない？好きな人に気に入られたいのは人間の普遍的な感情だと思うよ。いや、あのね、アンチと囲いは性質は一緒だと思ってる。だから俺はアンチも囲いも同じ生き物だと思ってるから。要は自分の都合のいいようになると囲いになるの。で、自分の都合が悪くなるとアンチになる。要はね、思い入れが強すぎるの。お金払って顔色を伺うのは理解できない。だからね、花火投げたらね、死ねって書いていいと思うんだけどね。どうなんだろう。何書いてもいいと思うよ。金投げてる人は何書いてもいいと思ってる、俺は。なんでかっつったら、俺のね、食いぶちになるわけだから。まあ、ただで見てて、なんか偉そうにしてんのはどうかなと思うけど。そう、アンチも、囲いも依存体質の。いや、あれはファンチだから。あれはまた全然違う。あれはもう、なんか、なんつうの？プロレスみたいなもんだから。むしろ高度な芸だから、あれは。どうなんだろうね。俺もちょっとまだそこはつかめてないんだけど。いや、見ないかな。めんどくさいわ。興味ないのは見ない。
ただで見てて偉そうなやつは全員 NG の。NG つうかスルーかな。最近 NG 全然入れてない。花火投げないと言いたいこと言えないのもどうかと。言いたいこと言えないっつうか、俺となんで関わるのかっていうかさ、別に言いたいことは言っていいのよ。現役 JK さん。別に言いたいこと言っていいんだけど、俺が気に食わなかったら去れって言われたら去るべきだと思うけど。俺はそう、本気でそう考えてるかな。なんでかっつうと、俺が金払って枠を開いてるから。だからブロックする権限こっちにあると思ってる。ふわっちはアイテム制度の功罪？功罪はないでしょ。だって、俺、10月25万だったの、手取り。で、104位だったのね、ランキング。ってことは、104、アイラがトップだったんだけど、アイラに聞いたら手取り450万だっつったの。だから、25万以上のやつが、100人以上いるっていう時代だよ、今。もう、見えちゃってるんだよ。100人以上、ふわっちの配信者は100、25万以上稼いでんの。で、トップにいるのが、10月のトップはアイラ450万。萎縮はしなくていいと思うよ。言いたいことは言っていいと思う。ただ、何でも言っていいってわけじゃなくと思ってて、自分の発言に責任取れるかどうかじゃん。俺らは取らないといけない立場なの。なんでかっていうと、これで飯食ってるわけだから、痛手を負うんだよ。だから、発言って気にするじゃん。だけど、ネットの匿名は本音が言えるって言ってるやつは俺はバカだと思ってて、言いたいこと言ってるのと本音は全然違う。腹割って話すとか、そういう意味じゃないよ。投げにくい？投げてよ、カルン。花火ありがとう、カルン。ありがとう。バンバン投げてください。これからもっと稼ぐには稼ぎたいよ、俺は。バンバン稼ぎたいよ。俺は金稼ぐことはいいことだって思ってるから。本音が言えるんじゃない？例えばね、社会に出ましたとか友人関係で本音って、例えば名前とか顔とか住所とかを担保にして、で、上司なんだけど言わなくちゃいけないっていう時に、自分の立場を担保に、要はクビになるかもしれない。でもここは言わなきゃ。会社のためにとか。そういうのが俺は本音だと思ってんの。要は立場を顧みる。それが侍じゃん。本音じゃん。だけど、例えばね、名前を隠して顔を隠して言いたいこと言うのが本音ってさ、社会人としてどう思う？それってただ言いたいことをだだこねてるだけだと思わない？だ、自分が傷つかないように身を守ってて好きなことを言ってるだけなんだよ。それ子供がだだこねてんのと全く一緒じゃない？どうなの？いや、侍の生き方ってそうなの。ちょっとごめんね。わかりづらかったから侍の補足をするんだけど、侍ってなんで刀を帯刀してたか、なんで腹を割って話すかっていうと、武士の生き方っていうのは、やる、要は発言と行動が一致してて、心で思ってることも矛盾をしちゃいけないの。だから、もし、殿様とか盾つくときに腹切らないといけないのよ。言ってる意味わかる？武士の生き方っていうのは、武士全員がそうじゃないけど、心で思ったことと発言がずれちゃいけないから、心をきれいにする鍛錬とかをしてるわけよ。切腹を上から命じられたら切腹しないといけない。企画やるって言ってやらないのは矛盾じゃないの。企画をやるやるっつって花火をもらってたら矛盾だと思うかもしれないけど、俺やらないって宣言してるんだよ。フェアにやってるつもりなんだけどね。それは矛盾ではないと思うよ。企画やるっつって事情があってできない、やらないわっていうことを言ってるから、ずるずる引っ張ってるより全然いいと思うけど。企画をやらないなら切腹？何を言ってんの？ そんなこと言ったら日本切腹だらけになるぞ。何を言ってんの？ 企画をやめたら切腹になるの？あ、そうなんだ。すごいね。それがネットじゃないの。まあ、ネットっていうか、俺はリアルだと思ってるから、あなたの生き方なんじゃないの、それが。それがネットっていうよりも、それがあなたの生き方なんでしょうって。よく言うんだけど、仮想現実とかネットっていうのは異世界とか、現実とリアルを分けるとか、わけのわかんないこと言ってるけど、あ、現実とリアルじゃなくて、リアルとネットを分けて考えるとか、よくわかんないこと言ってるけど、俺は、絶対に人が見てて、その人の人生の時間を食ってる生き物だから、俺らは。だから死ぬ時に、ああ、俺ずっとネットやって死んだわ、何もやんなかったわって後悔するの自分だよ。アニメに逃げたりとか、ネットに逃げたりとか、
してても、あなたのリアルな時間を使ってると俺は考えるけど。わかる？だから、なんかあんまりその、ネットはただの電話とかと一緒で、電話の時だけ本音で喋れるっていうやついた。頭おかしいやつだと思うでしょ。電卓弾いてる時だけは俺は本音で向き合えるとか、頭おかしいやつじゃん。だからインターネットのやつって、そういう人が結構いるから、大丈夫かと思うんだよね。お前自分の人生考えた方がいいだろうみたいな。人と人と向き合ってやってると思ってるから、俺は。一人一人人間が見てくれてて、本音で会話をし合うっていう時に、要は俺に、生で会って言えることと言うことと、コメントで書く内容がずれてるっていうことは、リアルの生き方に不満が溜まるだけだと思ってるけど。いや、逃げてる人がいるっていう話ね。要は、それがネットじゃないのとか、要はネットのリアルを分けてるっていう考え方ってことね。俺の話理解できなかったらごめんね。旅企画と雑談企画楽しみにした。俺、いや、楽しみにしてたよ。俺も。本音で話し合うこと必要、ネットに。人と会話をするときに本音で話し合うことは、俺は重要なことだと思ってるかな。ネットだからっていうわけじゃなくて、だからそう、ネットにっていう考え方が嫌いなの。俺はだって今リアルに生きてるわけだから、俺はミッキーマウスでも何でもないのよ。アニメのキャラクターでもなくて生きてる存在なのに、なんかその仮想現実みたいにされてもよくわかんないっていうか、旅企画に支援なんかないよ。ないです。はい。証拠を出してください。ないです。いつも言ってるよ、それは。ないです。旅企画で支援をもらったことは一回もない、俺は。まあだからネットで違う自分を演じてる人っていうのは俺は痛いやつだと思ってる。自分の人生捨てちゃってるっていうか、だからリセットボタンを押せるわけじゃん。インターネットアカウントサムネ変えたらさ、リセットできるわけじゃん。なんかゲームの主人公みたいにゲームとして遊んでんでしょ。俺はだからゲームのつもりでやってないから。まあいいんじゃん。俺の生き方じゃないから。だからゲームばっかりやってて人生最後の時にどう思うかはその人次第だから。俺旅2回やってるね。1回目は稲子まで会いに、いろんな電車で回って九州まで行ったし。仙台まで行ったかな、2回目は。そう。仮想空間じゃないよっていう話。そういうこと。全部がリアルだよっていう。今この瞬間は仮想現実じゃなくてリアルな時間を過ごしてるっていう自覚がないと死ぬ時に痛い目見ると俺は思ってるの。命を使ってる、時間を使ってるっていう感覚持った方がいいんじゃないっていう。途中でやめたよ。仮想空間なの？まあいいけど。いや、それはだからあなたの生き方だから。俺はその考え方に賛同できないってだけの話よ。あなたにとっては仮想空間なんでしょ？俺はその考え方嫌いってだけの話よ。マトリックスの話。いや、違う。初見です。荒野公文竜の件、和道さんはどう裁きますか？俺は暴力は絶対悪だとは思えなくて、初見なのにすいません。日本向いてないかな。日本向いてないんで、多分スラム街とかに住んだ方がいいと思いますよ、クルドさん。暴力全然ありの、ヤクザの世界とか、あと、戦争がある世界とかを肯定する考え方なので、日本って法治国家で暴力は刑法で裁かれるんですよ。だから僕は何があっても暴力はダメだと思います。それが普通っていうか、それが社会だと思ってます。日本の先進国の考え方だと思ってます。初見で全然コメント打っていいよ。暴力は絶対悪だって考えないとダメでしょ。てか俺は、自分より弱いやつに暴力振るうのは嫌いなんですよ。のんちゃんの暴力はいいの？いや、だから腹くくってるもん、のんちゃんは。刑務所行けよっつって、あ、刑務所行けよじゃない、警察呼べこの野郎っつってんのよ。彼女は腹くくってるな。なんで俺が公文竜やんの？ なんで俺が公文竜やんないといけないの？全然意味わかんないんだよ。言葉の暴力。言葉の暴力もあるね。自首しよう。いや、違うよ。のんちゃんは殺害予告したんだよ。
のんちゃんは警察に何度ももう一週間前から、私は、なんだっけ、ミュウツーっていう配信者をナイフで刺してぶっ殺すって言って、2時間も3時間も1週間毎日電話してたんだよ。そう。殺害予告して。で、ダメですよ、病院行きましょうねってずっと対応されてて。そう、警察が相手にしなかっただけだよ。うん。彼女もスラム街に住んだ方がいいってこと？全然思わないよ。うん。これはだから暴力は反対だね。クレドさん。彼氏ならのんちゃんの暴力止めなよ。止めたよ。うん。止めたよ。矛盾はしてないかな。うん。あとね、矛盾はしてないとかどうこうじゃなくて、そもそもなんだけど、俺は矛盾が悪いと思ってない。今の話には矛盾はしてないんだけど、今の話には矛盾は全くないんだけど、矛盾がそもそも悪いと思ってない。彼女の暴力は肯定するの？全面的に肯定しますね、僕は。なんでかっていうと、俺のことを守るための暴力だから。そう。俺のために守ろうっていう。まあ、彼が悪いことをしたと思ってます、僕は。法治国家だから暴力はダメ。のんちゃんの暴力は腹くくってるから。は。暴力はダメですよ。法治国家。だから刑法で裁かれるんだったらいい。だけど、のんちゃんは刑法で裁かれるのを肯定しながらやってるから。言ってる意味わかる？わかる？暴力はダメなこと。裁かれること。罪を負うわけだから。だけど、罪を背負ってるわけじゃん。言ってる？言ってる意味わかる？わかんないか。言ってる意味わかんない。わかんないか。罪と罰が多分わかんないんだろうね。概念と。いや、俺はわかってるよ。自分の話してることだから。俺は理解してるよ。罪と罰の概念なんだって。捕まってもいいなら殺してもいいっていうこと？違う違う違う。捕まりました。ね。捕まり、人を殺しました。捕まります。ね。わかる？人を捕まりました。で、人を殺すことは良くないことですよ。ここまで OK？ ここまで OK？ 言ってる意味わかる？で、罪を背負って刑務所で罪を償いました。その人は普通の人になるの。社会人になるわけよ。わかる？で、ずっと叩かれるわけ。罪も償うために時間を使うわけだし。だから、その人に関しては言うことないよ。マルさんおはよう、バガありがとう。何が違うの？罪が消えるんだよ。そのために刑罰を与えるわけだから。それが罪と罰。違くないよ。それが日本の法治国家だよ。おかしくない、おかしくない。社会に戻るわけだから。前科がある人を叩いたら誹謗中傷なんだよ。うん。違くないって。浄化されるんだよ。うん。のんちゃんは罰を受けたんだから、だから被害届を出さなかったのは相手の方じゃん。相手の問題なんだよ、これは。うん。よく分かってないんだろうね。罪は消えるんですよ。殺人者は元殺人者になると思うよ。うん。そう。罪を償った人を叩いたら誹謗中傷だよ。だから逆にみんなが犯罪を犯してるんだよ。頭悪くないよ。日本の法律そうな、っていうか世界の法律そうなってんだよ。だから罰を与えるわけだから。罰を受けた時点でその罪は消えるんです。法律上の話だよ。だって法治国家だもん。わかる？だから法治国家だからそうなるって話よ。俺キリスト教じゃないよ。うん。じゃあね、じゃあ、俺が人を殺しました。OK？ 俺が誰かを殺しました。で、懲役10年か20年入りました。その後出た瞬間、被害者の家族に刺されました。この人裁かれないの？この人犯罪でしょ？言ってる意味わかる？今度は被害者になるわけよ。だから罪を償ったら、普通の人に社会に戻すからシャバに出すのよ。わかる？別案件？
どこがわからないの？みんなは。じゃあ、罪を犯した人を、ね、罪を犯した人を全員叩き続けていい、誹謗中傷してもいい、何やってもいいっていうこと？みんなのことは。みんなが言ってることって。どういうこと？罪を償っても本人の心の中では忘れないでほしいよね。それは心情の話ね。俺は今法的な話をしてんの、めぐちゃん。裁かれるよ。でも情状酌量があるよ。情状酌量の話はまた別件。また別件。こういう考えのやつがまた犯罪を犯すんだろうな。おお。捕まっても飯食える。捨て頃に関しては、俺は選手の決定権持ってません。僕に言わないでください、マッチメイクのことは。犯罪者の典型？なんで？法律上に正しい解釈を言ってるだけだと思うよ。も、検事も全員同じこと、俺と同じことを言うと思うよ。道徳があるっていうのは、それはだから宗教の問題になってくるのよ。私はこう考えますって話でしょ。わかる。それは自由なの。思想の自由だから。俺が話してるのは事実の話をしてんのよ。この国のルールの話をしてんの。前科者っていうことは事実なの。だから、誹謗中傷に当たらないの。前科を持ってる人に前科者だっていう。で、例えば、俺が前科者って言わないでくださいって言ったら、個人情報を漏らしてることになるから、それで罪が発生するの。わかる？俺は別に言っていいよって、もっと前科持ってること言っていいよって言ってるからいいの。ただ俺が言わないでくださいって言ってるのに、言ったら、誹謗中傷になります。権限あります。はい、あります。間違ってます。じゃあ、例えば、俺が誰かの職業、ここのリスナーさんの個人情報を掴んでて広めたらどう思う？嫌でしょ？特定して。で、働いてる会社とか住所ここだよ、電話かけてね、電話番号晒すっつったら犯罪でしょ？だからそれと同じで理屈なんだよ。わかる？じゃあ人数が増えてさ、コメントが多くなってから意見がまとまらないんだよね。新聞沙汰になっていて個人情報とか、新聞沙汰になっているものは広めていいっていう理屈がわからないんだけど、俺は。新聞沙汰になったものは広めて OK ですっていうのがよくわかんない。俺はだから自ら晒してるから別にそれ誹謗中傷だと思わないよ。例えば、ゆいがさんの例よ。俺は OK なの。ここを間違えてんの、みんな。ちょっと一回落ち着こう。アレルギー出てるから。一回落ち着きな。冷静になった方がいい。ユイガさんは、俺は犯罪12歳に13発やってないって認めてないわけじゃん。で、その前科に関してはやってないことは言わないでくれって言ってるわけだから、それに関しては俺は誹謗中傷に当たると思ってる。荒野が被害届出せば捕まるの？捕まりますよ、確実に。ルーさん。綺麗事？どこが綺麗事なの？ユイガさんは認めてないの。結賀さんは認めてないの。12歳に13発なんかやってないと。で、やってないっていうことは叩いたらダメでしょっていうのは結賀さんのロジックな。そう。認めてないの。認めてなかったら、で、認めてなくて言わないでくださいって言ってることに対して言ってるのは誹謗中傷なんだよ。ニコ生すごいね、こういう味ね。大丈夫？息してる？ふわっちみん。ふわっちみん手あげて。息してる？ 大丈夫？ お前らニコ生さ、ちょっとさ、ニコ生ちょっと引いてるから、ふわっちみんが。ちょっとアンチコメントやめて。ちょっと冷静になろう、ニコ生みん。ちょっと引いてるから、コメントビタ止まりしてるから、お前らの勢いに引いてるから。いや、こっちの方が合ってるとかじゃなくて、もうドン引きしてるから。ふわっちみん100人が今、何これってなってるよ。いや、聞いてるとかじゃなくて、かまととかじゃなくて、朝から元気出す頑張りますよ。ニコ生大変でしょ？ニコ生のコメントさばくの。だから、ニコ生の配信者が、喋りうまいのは、この量のコメントをさばきながら、ずっと練習してるわけだから、
はい、第4位パチパチ。ニコ生、第4位パチパチ。はい、みんなパチパチ。みんなパチパチ。みんなパチパチ。パチパチ。はい、第4位。第4位ありがとう、パチパチ。パチパチありがとう。パチパチ書いて。パチ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 。しねしね書くなよ。なんで4番なんだよ。ふざけんなよ。なんで4なんだよ。一緒に頑張って4位になったんじゃん。なんでしねしねなの。パチパチでしょ、そこは。なんで人を祝わないんだよ。ふわっちのコメントパチパチばっかりだよ、祝いとか。なんでお前らしね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 って。もうお前はもう死んでいるじゃないよ。メガホン10個ありがとう。詐欺師しね。まあいいんだけどね。普通にやるから俺は。あとは俺たち2問だろ？口が回らなくなってる。いいんだよ。だって俺の顔が見たいんだもん。ふわっちの配信者、あ、リスナーさんは。俺の顔とか俺と一緒にいることを楽しんでるのよ。だから閲覧があるっていうことはそういうことじゃん。いいんだよ、それで。成立してるものに口出しても意味ないの。いやいや、遊んでるじゃん、だから。遊んでるでしょ、今。ふわっちみんって気持ち悪いってさ、ニコ生みんは思ってるかもしんないけど、ふわっちみんもニコ生みん気持ち悪いって思ってるんだから、そこは自分が合うサイトを選べばいいじゃん。お互いがお互いに気持ち悪いって思ってるんだから、そう。ね、ニコ生みんはふわっちみん気持ち悪いって言ってるけど、ふわっちみんだってニコ生みん気持ち悪いって思ってるよ。もう話そらしちゃってコメント読んでるだけだわ。だからそれは自分がどっちに属したいか決めればいいんだよ。どっちか選べやいいじゃん。ニコ生は金にならんぞ。5枠で1万5千円だったから、1枠3千円ぐらいか。1枠3千円から6千円ぐらい稼げるのか。いやまあすごくないでしょ。野田ゾーリとか100万稼いでるんでしょ。野田ゾーリの方がすごいでしょ。いや俺はだってプロだもん。金のためにやってるのよ。プロってそういうもんだと思うよ。プロってさ、お金のために自分の食いぶちを稼ぐために何かをやるのが俺はプロだと思ってるから、金金してるって言われてもしょうがないよ。俺はだって配信で飯食ってるプロなんだから。いや、プロでしょ。いや、プロでしょ。なんで笑うの？配信家だよ。配信業ではなくて配信家。職業は配信家。いや、プロでしょ。配信家ね。俺は。いやいや、ふわっちアイテム飛んでるよ。ねえ、みんな。ふわっちアイテムくれるよね。なんでプロで笑うの？配信嫌じゃない。配信家。ブーンって何？ ちょっと待って。ブーンってコメントが意味わかんないんだけど何？ ハエ？うんこの周りにたかるハエ？ブーンブーンっつって。うんこの周りにはハエがたかるんだよ。それがニコ生でしょ？で、ふわっちはお花なの。お花畑の。だから蝶がたかる。綺麗な花の蜜を求めて。お前らブーンブーンっつって。うんこの周りだから。西新宿ですけどね。ブンブン言ってるよ。毒持ってないよ。じゃあお前うんこやんっつって。 いやだってさ、配信業って言ってるけど、石川紀之さん、あれ頭悪いのすげえ出てて、なんかみんな説得されてるけど、職業なんですかって言われた時にさ、アパレル業って言い方とか建設業って言い方をしてるわけじゃん。それって業種じゃん。配信業って業界のことの業でしょ？なんか、すごい頭悪いと思ってて。配信業の配信家だったらわかるんだけど、
そう、業種と職種の話で、業種じゃん。配信業って。少ないけど、あ、ハートありがとね。ありがとう。だから俺は配信家っていう言い方をしてるね。画家とか、芸術家とか一緒。と一緒。配信家。わかる？配信会を背負うと業がつく。ああ、なるほどね。ああ、それは面白いな。要は、業界全部を背負ってるから、配信業なんだ。なるほど。なるほど、なるほど。ああ、それは面白いね。頭いいね。切り返しがうまかったね。グッチョイス。エクセレント。大切なのはパーソンだよな。ああ、まあ、パーソン大事だね。反省してねえのかよ。反省をしてない。反省をしてない。ちょっとよくわかんないですね。反省。パッションも大事だね。パッションも大事。パッション大事。パッション大事だね。アンチも閲覧稼げなくなるからな。閲覧は稼、え？閲覧は何？ばあちゃん、老後の蓄えむしり取られて病気になったんだよ。ああ、医者に行った方がいいと思うよ。そうそう、パッション大事。パッションは大事よ、情熱は。ちょっと、お前ら、あれだわ、俺、天ぷら食うわ。ちょっと待ってて。はい、ただいまただいまー。天ぷら、のんちゃんにね、作ってもらったの。エビ天とマイタケ天ぷらとナスの天ぷら。マイタケ美味しいんだよね。俺が稼げないと思ってるの？本気で。え、俺が稼げないと思ってるの？いや、稼げるけど。っていうか、稼いでるけど。タラの芽いいね。タラの芽も美味しいよね。タラの芽美味しい。わかるわ。全部好き？舞茸の天ぷら美味しいんだよね。10月いくらだった？何が？あ、10月の収入？ 25 万。25万円。舞茸美味しいよね。大葉は食べないかな。大葉の天ぷらも美味しいの。それ衣ばっかりになっちゃわない？ナス美味しいよね。あ、オクラは天ぷらしたことないかな。いいじゃん。なんで応援してくれる人を悪く言う理由が分かんなくて、俺のこと好きだから応援してしたり花火くれるのよ。だから人の足を引っ張ってるやつよりよっぽどかっこいいと思うよ、俺。だから羨ましいだけでしょ。羨ましいって素直にいいなよ。遊びじゃないよ。俺は遊びじゃないよ。真剣にやってるよ、配信。おはよう、キーさん。おはよう。サクッとらに謝れよ。いや、謝らないかな。悪いことしてないから。マジブスだかんな。
10年後には路頭に迷ってる。俺は10年後多分億万長者になってると思うよ。10年後は多分億万長者になってると思うよ。トップ配信家になってる。トップ配信家。いいのいいの、インターネットで無理だよって言われたことって、インターネットの人たちって未来を読む力ないと思ってるから、だから俺逆張りしてれば絶対いいと思ってんの。インターネットはダメになるってどんどん言ってほしいの。どんどん良くなってる。うんこ投げんなっつうの。人の顔にうんこ投げんじゃねえよ。何顔文字対応してんだよ。びっくりしたわ今。何ニコ生って絵文字対応してたんだ。うんこ投げないで。企画やらなくても稼いでるから。配信者はテレビに出れない。クレーム入れるわ。俺別にテレビ狙ってないけど。テレビ狙ってないです、僕は。テレビに出たいと思ってないから。プロ配信家だから。うんこ投げないでください。汚い。やめて。コメント見れなくなるし。メガホンありがとう。ミッチーアイテムありがとうね。旅はもうやめた。旅はやめた。やりたいときにまたやるよ。もしくは、俺に旅どうしてもやりたい人、支援して。100億。100億で3日間旅に出るわ。100億。ギャラ100億。100億で。OK。だって俺の自由でしょ、そんなの。俺の自分の人生、自分のやりたいことやるんだから。うんこ投げないで、ヒロさん。いや、つまんないのはあなたの問題でしょ。俺の問題じゃないでしょ。つまんないっていうのやめてよ。だってあなたがつまんない人生を生きてるから、つまんなかったら見なきゃいいじゃん。俺の問題じゃないわ。つまんないのはあなたの人生観の問題でしょ。何やってもつまんないんでしょ。俺は楽しいもん。風船ありがとう。ハサンいらっしゃい。いや、つまんなきゃ見なきゃいいじゃん。なんで見んの？センスないとかさ、つまんないとかさ、見なきゃいいじゃん。別に俺から頭下げて見に来てくださいってみんなに DM とか送ってないんだから。でしょ？おもちゃになる気なんかないよ。初見さんおはようございます。初見さんいらっしゃい。風船ありがとうんこ投げないでください。アメリカ行かないのか。まあ行きたい時に行くわ。携帯から絵文字書けるのかな？よくわかんないね。コピペとかしてんじゃないの？なんかのサイトから。1位ランクインありがとう。ニコ生1位です。ありがとう。パチパチ。おめでとう、ワドーグ。それは寄り目だね。しねしねコメントやめてください。何もかもから逃げる中途半端野郎。あなたには関係ないでしょ。あなたには関係ないでしょ。約束守れる。俺は自分との約束は守るよ。やりたいことやる。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやります。やりたくないことはやりません。残念でした。俺は誰の命令も受けないから。俺は誰の命令も受けない。
やりたいことあんな、旅に出たかったらみんなが出ればいいじゃん。うん。リスナーと約束なんかしてないよ、俺は。リスナーと約束なんか一回もしたことない。うん。だって約束なんて、だって約束ってお前らさ、破るためにするんだよ。俺は約束しないから。うん、約束守るやつ見たことない、俺。支援してもらった金、支援してもらってないもん、そもそも。何支援って。具体的に言って。支援なんかされてないけど。支援なんかされてません。そもそも支援なんてなかったんだから。いつあったの、支援。支援した人いる？あのね、何かをするためにアイテムをもらうっていうのは禁止されてるんですよ。禁止。だから、俺が今表現してることに対して面白いからアイテムもらってんの。わかる？今表現してカメラに映ってること最高はどうっつってチップをもらってるの。だからもうそれで利害関係は終わってるんですよ。何かをするためにアイテムをもらうっていうのは成立しないの、そもそも。わかる？わかる？だからアイテム投げてないじゃん。ただで見てんだろ、お前ら。だろ？まあ、別にリスクないじゃん。わかる？なアイテム投げてないでしょ、そもそも。そもそもアイテム投げてないんだから、被害も何もないんだから。でしょ？営業来るなって何？営業なんかしてないよ。勝手に見に来たんだ。お前らが勝手に見に来たんじゃん。お前らが勝手に俺の枠来たんでしょ。俺は別にお前らに営業なんかかけてないよ。うん。花火2つ飛んでる？ありがとう。花火ありがとね。2つ飛んでる。あざーす。うん。聞いてるとかじゃなくて、お前らが勝手に見に来て勝手に文句言ってんだから。うん。違うか？うん。はい。風船ありがとう。あ、俺やまないよ。もう長いもん。いや、バカお前、大手が聞くわけねえじゃん、コメントごときで。大手配信者の条件っていうのはコメントに聞かないことなんだよ。うん。いや、俺大手だよ。いや、俺大手でしょ。いや、今では誰もが認める。いや、昔のニコ生だったら大手じゃないって言われてたのは納得できるけど、今はもう大手になったんだよ、俺は。だから時代は変わったの、もう。今、俺は、ふわっちのトップ配信者になったの、もう。トップ走ってるの。いや、だそう言われるんだから。和道さん大手ですよって。もういいじゃん、認めようよ。いや、もう大手なんだから。自称じゃないよ。多少ね。うん。いや、俺はもう大手なんだよ。俺はもう大手なの。マンスリー104位。天ぷら見てくるわ。104位。食べる？
でいいの？本当に？お腹空いてない？あれどこやったんだろうな。なんかさ、鍋つまみがなくなったんだよね。知らん？どこ？お？あったあった。めんつゆどこ？レンジの上。これか。いただきます。よいしょ。いただきます。いただきます。いやー、腹減ったな。最近ダイエット中だからお腹が空くんだよね。だいぶ痩せてきたよ。エビと舞茸かな、残ってんのは。ナスの天ぷらも食べちゃった昨日。納豆の天ぷらもあったね昨日ね。納豆天美味しかったね。納豆で春巻きも美味しいんだよね。うん。あーい、花鳥さんいらっしゃい、楽しんでってね。いただきます。うまっ。うまっ。のんちゃんおいしい。天才。天才。のんちゃん料理上手。うん。うまっ。うん。うん。お箱さん元気かな。お箱さん明日入院。夢の中にロハコさん出てきたの？その話が聞こえてきた。うん。俺は喋ってたからな。うん。ロハコさんカテーテル。和子さん入院、カテーテル手術。
天井。行くよ。そうだよ。のんちゃんって方は奥さんですか？パートナーですね。フェミリーです。バレーにワード2よ。のんちゃんうまかったわ。ありがとう。うめえ。いい天気だね。腹減ったね。今日ステーキ食わない？のんちゃん。てか旅行行くっていう話、温泉行くって話どうなった？温泉行こうよ、今日。なんか気分転換にラブホでも行く？だって寝ちゃうじゃん。寝ちゃう？何が？あんまりさ、まあまあ一日だけでも日帰りでもいいじゃん。
髪染め直そうかな、そろそろ。ステーキ食い行かない？今日じゃあ。いつもの高級店。320g のステーキ食いたい。いつも行ってる高級店あんじゃん。覚えてる？うん。幡ヶ谷の。ああ、そっか。電車でもいいじゃん。幡ヶ谷にうまいステーキ屋あんだよね。超うまいよね、あの店。隠れ家的な。いやいや、ステーキは結構高級なところ行くの。高いところじゃないと、うまくないから。安い肉食いたくない。安い肉は、舌がね、もうダメになっちゃう。安い筋肉食えない。いや、高級だよ、すごい。いや、忙しくないよ。普通に読めるよ。プーさんごめんね。風船ありがとね。アイテムありがとう。あ、やめて。放送でほら、店の名前出すと、個人情報通報入るから、気をつけてね。いや、あの店は出すよ、本当に。あの店は、出しますよ。ね、320g あるよね。美味しいよね、あそこお肉ね。結構知ってる人少ないよね、隠れ家的だよね。少ないね。店舗数も少ないよ。うん。値段を言うのは野暮だからいいよ。値段はいいよ。あ、俺ファッションは変えないよ。ドレスコードとか無視。顔パスだから。顔パスだよ。だって店入るとね、店員さん挨拶に来るもんね。喫煙ですか、禁煙ですかって。あそこ禁煙だったっけ。うん、サラダいっぱい食べていいの？サラダいっぱい食べていいよ、食べ放題だから。いや、サラダ食べ放題。普通だから。行ったことねえからわかんねえんだよ、お前ら。サラダ食べ放題、普通です。ステーキにサラダバーついてます。ねえ、のんちゃん。ついてる。ついてるよ。行ったことねえからわかんねえんだよ、お前ら。
のんちゃんコーヒー買ってきて。のんちゃんもなんか買って。ワイン、俺酒飲まないもん。下戸だから。カレーも食べ放題。カレーと、サラダと、何があったっけな？カレーとサラダとスープ食べ放題。なんかあったよ。なんか、スイーツ的な。リンゴの切ったやつとか。あ、パイナップルもあったよ。パイナップルも。彼女はミニスカじゃないね。店名言わないでください。影響力は半端じゃないんで。ステルスマーケティング疑われるんでやめてください。昨日のんちゃんは抱いた。今日は抱いてない。昨日めっちゃ抱いた。行きまくり。のりこぜ、絶倫。俺はもうセックス極めたかんね。おはようにゃこー。いや、俺、あれだから、フェラとかさせないから。正統派だから、俺。高級ステーキ店、サラダバーあるよ。あるある。ハートありがとうね、ニコ。変な薬飲ませてやろうとしたことなんかありません。あ、ドレさんはだって病気だもん、しょうがない。AV 女優でオナニーした数、大体女にカウントする男だよ。あんなん論外だよ、俺からしたら。あれは AV の見すぎ。え、コーヒーが？俺のせいかな？俺がタリーズのこと宣伝したからかな？ありがとう。俺子供いないから。KP。 KP。 子供いないよ俺。まあ、確かに犯罪級に可愛いっていうのあるよね、のんちゃんはね。あの格好で外出たら確かに犯罪だわ。だ俺、のんちゃんがね、あんま一人で歩かせない。さらわれちゃうから。ねえ、のんちゃん。
ニコ生が、ニコ生じゃ芽が出ないのに、場所は関係ないって思ってて、配信サイトに囚われたくないのね、あんまり。やることは一緒だから、自分を表現しきるだけだと思ってるから、俺は別にニコ生だろうが、ふわっちだろうが、YouTube だろうが、どこだろうが、アイムワード。遅れ KP ありがとう。ニコ生で求められてるっつうか、だからいつも言ってるけど、俺はファンとの交流大事にしてんのよ。ファンとの交流。だからどこにいても、どこ、だから例えば地方にいる北海道にいるファンとか、沖縄にいるファン、アメリカにいるファン、タイとか、ヨーロッパとか、いろんなところにいるファンと同じで、ニコ生にいるファン、フワッチにいるファン、ファンビジネスだから。いや、ファンいるでしょ。じゃないと、プロの配信家名乗れないよ。これで飯食ってんだから。そんな甘い世界じゃないよ。やっぱ、プロって名乗るっていうのはさ、一般人を凌駕する才能がないとなれないわけよ。曲？リクエスト？いや、花火が上がったらリクエストには応えてるよ、俺はいつも。歌ってくださいって言われた場合ね。ああ、ありがとう。舞子ちゃんありがとね、風船。プーさん、バーガーありがとう。俺は誰かと比べてやってるわけじゃないから、他の人の名前出すのあんまり好きじゃない。配信見ないでしょ、俺。どんな才能があるの？それはね、才能っていうのはさ、自分から言うものじゃなくて、周りが感じ取るものだから。なんか別に、俺は何か才能あるっていうわけじゃなくて、ただ、毎日思ったりとか表現したいことを表現するだけだからさ。才能は感じるものだよ。自分から話すことじゃないと思ってる。あ、でも、最後に一つだけ、最後にっつうか、俺はいつも最後だと思って言ってるけど、すべての発言に対して最後だと思って発言してるけど、あえて最後に言わせてもらうなら、天才にしか天才は理解できないっていう。いや、本物はね、本物は。俺はフェイクが嫌いだから。哲学者、だから俺のこと哲学者とも先生とも、天才とでも何とでも呼べばっていう。俺は、俺が絵を描いたら画家だし、俺が歌ったらアーティストだし。クリエイターだし、YouTube に動画もアップロードしてるから、映像作家でもあるわけなんだけど、俺はあんまり肩書きにとらわれるっていうのは好きじゃないから、ただ、自分のやるべきことをやってるだけだから、それでいいと思ってる。肩書きは、
みんなに任せるよって。まあでも、クリエイトはしないととは思ってるけど、表現者ではありたいとは思ってるね。だから、俺の放送を見るのに別に緊張しなくていいよ。全然。そうそう、ビンボトレーダーさん、そうです。時代がバドに追いついてきてない。まあまあ、それはそうでしょう。うん。100年後の常識を作ってる感覚はあるよ。俺は巨匠だと思ってる。あ、ありがとう。どこの大学出たの？幕張免許センターだね。最終学歴は。免許持ってないんじゃなくて、免許が俺のこと持ってないの。俺が免許を持ってないっていうのは誤解なの。免許が俺のことを手に入れられなかった。はい、楽しんでってね。ニュータイプっつうか、まあ、オールドスタイルだよ。うん。クラシカルな男ですよ。俺ね、100年後、仕事っていう概念がなくなると思う。働く人間がいなくなると思ってるね。うん。だから、昔黒人を奴隷にしてました、みたいな感じで、昔、100年前の日本では、働くっていう奴隷業をやってましたみたいな教科書で教わると思うよ。だから自分らしく生きるっていうライフスタイルの追求、うん、ただ生きてるだけで喜びを感じるだけだと思ってるから、俺は根拠は俺が言ってることがスタンダードになるから、根拠は俺。花火、ありがとう。匿名さん、花火ありがとう。Thank you。匿名さん、花火ありがとう。じゃあ一曲歌おうか、花火もらったんで。
マイクチェック、ワン、ツー、ハーヘイ、ハッハッ、ワン、ツー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 、ワン、ツー、ハーヘイ、花火ありがとう。マイクチェック、マイクチェック、ワン、ツー、ハッハッ。ありがとう。ほおじきと呼ばないで、俺はプロの配信家、しゃべりで飯を食ってる俺の、あああああ、 What's your name?What's your name? My name is Wado. What's your name? What's your name? My name is Wado.花火ありがとう。ありがとう。いや、花火でリクエストがあったら、まあ歌ってるのが俺のスタイルかな。放送が間もなく終了する。あ、じゃあ煙突ちょっとね、今日ファンが多いから。コメントは届いてるよ、安心して。全部届いてるから俺に、大丈夫だよ。君たちのレターは届いてるから。アイテムタイムやったらダメ、今の俺じゃ。サーバーがダウンする。パフェありがとう。延長代ありがとう。いや、子供いねえっつってんの。子供いねえっつってんの。スーパースターは早死にするみたいだから体には気をつけてくださいね。ああ、それはね、中途半端なやつ。全部。俺からしたら。死なないとスーパースターになれなかったやつだと思ってる。
ドーピングだよ。フェイク、フェイク。プロならコメントなくても楽しい話してみてよ。ああ、もうそれ三流の発想。コメントなくても、トークがなくても成り立つ。海さんいらっしゃい。必死さもないのか。貫禄ってやつかな、これが。はい、いらっしゃい、日賀さん。お疲れっす。器が大きすぎる。大は小を兼ねるよね。大は小を兼ねると思うよ。お久しぶり。ういっす。聞いていいでしょうか。石野君とどういう関係ですか。親友ですね。はい。親友です。あ、親友っつうか、戦友っつうか。荒野後輩。まあ、こうやは俺のこと師匠だって言うかもしんないけど。ゆいが先輩。おはよう、解放。お疲れー。おはよう。便所は先輩。
もうちょっと話広げろ。何それ。のんちゃん、ハートありがとう。だって俺ナマポじゃないもん、もう。生活保護者じゃないもん。プロ配信家だもん。おはよう、サーバルさん。おはよう。おはよう、みーすけ。おはよう。今日夜中からやってるね。早起きっつうか、俺が起きた時が朝だと思ってる。俺が寝る時が夜で。これ地球とか太陽に合わせてないから。大花火ありがとう、みーすけ。ありがとう。一緒にマンスリー1位取ろう。ありがとね。みーすけ、いつもありがとう。いえいえ。ハートプレゼントありがとう、プーさん。のんちゃん、ハートありがとう。ふぐちゃん友達。
おはよう。翼さん、キスのボーカルのジーン・シモンズさんが活動50周年を記念してとんでもないボックス発売するの知ってる？知らない。読めるコメントないっつってるけど、読めないのか読まないのかの違いはでかいよ。読めないのか読まないのか。うん、読んでないのか読めないのか。いや見てるよ、全部見てるよ。コメントはファンのメッセージは全部俺に届いてるよ。面白い。一流のコメントしか読まねえから俺。一流の配信者は一流のコメントしか読まない。あ、俺にコメント読んでもらえることが大事だ。いや、事実を言ってるだけだから。事実を。だから一流のコメントが書けるようになんないと。一流のコメントが俺にコメント読んでほしかったんだから。 You know?
CD 未収録の楽曲含めて150曲以上のアルバムとシモンズフィギュア、記念メダル、シモンズさんの私物が入った金庫型のボックス、が22万で売られる。へえ。安いね。それはお宝だね、ファンからすると。スパーリングでドレさんの顔触ったよ、俺。見る？最新のスパーリング。スパーリング動画。最先端のスパーリング動画見る？見たい？いらない？じゃあやめとくわ。俺のスパーリング。見たくないならいいよ。いらっしゃい。
アシメいい感じでしょ？おう、チェコワード2。カラーはね、ストロベリー。ストロベリーレッド。自称じゃないよ、Google でイケメンスペースヒゲ男子で検索してごらん。俺出てくるから。イケメンスペースヒゲ男子。ググってごらん。なんでニコ生もしてるの？気分かな？クリーミー系男子でも出てくるんだ。俺は金じゃ動かねえから。俺、拝金主義者嫌いだからさ。あ、もう、怒ってた、アドルさん。なんだろうね。飲んだくれたの？葉月ちゃん大丈夫？あんま飲みすぎんなよ。あ、花火ありがとう。葉月ちゃん花火ありがとう。ありがとう、コボチン。寝落ちしちゃった？お帰り。ペロペロキャンディーありがとう。やってるよ。どうせ和道の囲いだろうってオリカリモード。なんだそれ。 また被害妄想始まっちゃってんのかね。
ドレさん。なんだよな、どうせ窓の囲いだろって。全然意味わかんねえよな。まあ、あの人病気だからさ。統合失調症だからさ。優しく見守ってあげて。うん、病気の人だから。うん、根は悪い人じゃないのよ。ああ、覗いてた、おじびさん。うん、あ、こっち来てくれたの、ありがとう。なんか男性リスナーさんにお怒り？おー、何なんだろうね。なんか最近機嫌悪いよね。閲覧落ちてきてるから、かな。なんか機嫌、虫の居所が悪いんだ。じゃあニコ生の方終了しようか。延長いらないよね、もう。お腹いっぱいでしょ？いる？延長。ニコ生。マジで？匿名でも投げられるからね、いやいやさん。うん。いやいやさんね、匿名でも投げられるから。それは選んでください。延長いらない？ OK。じゃあ、あと5分で終わりにするように、この生の方は。おはよう、知らんけど。風船10個ありがとう。じゃあ、ニコ生のファンの皆さんありがとね。終わりにするわ。ニコ生のファンのみんなありがとう。コミ登録もありがとね。おやすみ。ありがとう。聞こえる？おはよう、八朔さん。ブツブツ？八朔さん、ブツブツだよ、いつも。見えるかな？おはよう。ワッチは切らないよ。ワッチは大丈夫、切らないよ。安心して。みんなおはよう。今音楽入れるから待ってね。サブ打てば2倍動けるから大丈夫？大丈夫か？ドレさん瞑想してんのか？なんか変だよね、最近。病気が悪化してんのかな？あ、ちょっと心配だよ。パフェありがとう。プーさんありがとう。ありがとう。お酒はね、飲めるんだけどやめたね、俺は。体に合わなかったから。ワッチャネーム名曲だからね。ワッチャネームは名曲だよ。のんちゃんも全く飲めないね。のんちゃんはひどい。俺は酒強いのよ。強いけど、飲まない。飲めないタイプじゃないの。のんちゃんは飲めない。
もう飲んだら顔真っ赤でもうベロンベロンになる。だってワッチャーの今はもう名曲だもん。口ずさむでしょ。ビルボードチャートナンバーワン取れる曲だからね。メロディーが綺麗でしょ。テキーラください。花火ありがとう。テキーラより俺イエガーの方が好きかな。イエガーの方が飲みやすい。あのね、葉月ちゃんね、ドイツのイエガーって3種類あるんだよ、実は。全く同じパッケージで3種類あって、もともとドイツのお酒なのね、イエガーマイスターって。で、ドイツ版の本家のイエガーマイスターで、今度ヨーロッパに空港で輸送する用のイエガーマイスターがあるので、味が全然違うので、日本にあるイエガーは成分が全然違うの。パッケージ3つ一緒で、俺本場のドイツのイエガー飲んだことあるんだけど、めちゃくちゃうまいよ。めちゃくちゃうまい。あと俺アブさんが好きだったね。アブさん、イエガー、本場のドイツイエガーとアブさんが好きだね。なかなか手に入らないんだけど。美味しいよ。え？強いお酒イエガーマイスター。薬用養命酒みたいなハーブのお酒のイエガー。で、アブさんっていうのは飲むマリファナって言われてるやつ。ね、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホがそれ飲みすぎて自殺したって言われてる。めちゃくちゃ強いよ。そう、歯磨き粉の入った養命酒みたいなんでしょ。もう全然添加物が、成分が全然違うの。いや、似せて作ってるだけなの。だから、ドイツの人とか、ドイツに行ったらイエガー飲んでほしいな、本場の。全然違う。もう本当のハーブのお酒でうまいよ。まあ、日本のイエガー飲むけどね、俺も。テキーラ好きなんだ。酒強えな。俺はテキーラ合わない。俺はジントニックとか普通のカクテルだったらもうスタンダードだけど、ジントニックが好きなの。Second Premier Memory That goes。 あとなんだろう、酒。ドイツを行くことがあるかどうか。まあ、だからそのバーテンダーがそのドイツから仕入れてるとかね、本場の家が飲める店とかいいかもしれないけど。家が無理か。カクテルで甘いやつ飲んで一人一人前に酔えますよ、私。マジか。バイオレットフィズが一番最初に飲んだお酒かな。人生で一番最初に飲んだお酒。レッドロブスターってあったでしょ、昔。で、レッドロブスターで、俺がなんか、この色可愛いっつって、小学生だったんだよ。小学2年生か。で、ベロンベロンに酔っ払っちゃって、これこれこれっつって何回も頼んで。で、親とかも気づかなくて、ジュースだと思って、巨峰ジュースかなんかこいつ飲んでると思って、俺がもうバンバン注文して、なんか、すごかったの。もう生まれて初めてだからバイオレットフィズ飲んで、美味しいって一人飲んでたらフラフラにあって、で、店員さん呼んで、これ同じのって言って、バンバン3杯か4杯飲んで、で、どんどん様子がおかしくなってくるのよ。俺はもうヘベレケになっていって、で、なんか、高みつ高みつみたいになって、あれ？と思ったら店員さん呼んだら、いや、お酒ですけどってなって。ジーマか。これかのが一番飲みやすいんだ。コカインの葉っぱのお酒。はい、ワードツー、亀をいらっしゃい。おはよう。あれは笑ったな。いい酒だったな。めちゃめちゃ美味しかった。バイオレットフィズ好きなんだよね、いまだに。え？美味しいよ。のんちゃん作ってあげようか、今度。のんちゃんでも飲めるよ。ていうか今なんかフィズ系のお酒ってなくなったよね。バイオレットフィズとか昔めちゃめちゃ流行らなかった？バブルの頃のお酒だよね。風船ありがとう。バイオレットフィズ、バブリーなお酒だよね。スパーリング、スパー、
リング見たけど、いい動きになった。あ、ありがとうね。そう、紫のやつ。花火ありがとう、はずきちゃん。すごいね。今日バンバンくれるね。いつもありがとうね、はずきちゃん。あれじゃん、今日、1位じゃないの。リスナーさんのランキング。1位になるかもね、はずきちゃんが。今月も始まったよ。一緒にマンスリー1位取ろうぜ、みんなで。スパーリングはね、結構そのテーマがあって、ステゴロ2に対して、要はテルチャンピンの時にその距離を潰せなかったっつうか、相手の得意な距離で逃げ回ってただけだったから、もうゴリゴリに倒されてもいいからインファイト、インファイトがテーマな。だからドレさんの距離って遠いのよ。ドレさんが打つパンチの距離って遠いから、蹴りももう俺届かないのね、そこで打ち合いすると。だからもう徹底して潰しに行こうと思って、そのドレさんが打ちづらい距離で、その要は泥試合に持ってこうと思って、でもとにかく距離詰める、打たれても構わないっていうのがテーマだったの、自分の中で。もしよかったら YouTube に動画上げたから、みんなあのコメント書いたりいいねボタン押したりして、YouTube の和道スパーリング動画。ありがとうね、亀を見てくれて嬉しいよ。てて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 てん、ペンペンね、クワッ。いろんな人とやりたいね、スパーリング、ステゴロ2に向けて。いろんな人と一緒にやりたいよ。でもね、もうバンテージが下手ってきたから、新しいの買わないといけないかも。バンテージ。え？手袋みたいなやつでもいいんだけど、俺は巻きたいんだよね。かっこいいじゃん。巻いてる自分に酔いたい。ドレさんはね、手袋タイプだったね。ケンサポって言うんだけど。ドレさん背高いからね、無理なんだ。だからドレさん首相撲からの膝蹴り何回も狙われたよ。危なかったよ。だから2、3回狙われたよね。危なかったよ。でももうそれしかないんだよ、俺が、その、でかい人と勝つには。腕長いわけじゃないから、インファイトしかない、俺は。首相撲対策も考えないとな。でも捨て頃に出る選手で首相撲上手い人とかいないと思うよ。首相撲結構難しいから。あと鍵は左フックだと思った。最近結構動画見て勉強してるんだけど、あとは近距離からちゃんと細かいパンチ綺麗に打てるようになったら、まあいけるかなっていう。あ、格闘技は奥が深いよね。そうなんだ。石野もスーパードライ好きだよ。俺は何だろう、うなちゃんマンが飲んでる淡麗とか、あのライトビールが好きなんだよね。あ、バドワイザーが好きだね、俺は。ビールだったら、まあ飲まないけど、ビール飲みてえってならないけど、飲むんだったらバドとか。昔はよくね、あれ飲んでたよ、あのなんだっけ、黒ビール、ドイツの、なんつったっけな、名前忘れちゃったな、なんだっけ、黒ビール、ギネスか、ドラフトギ、うん、ギネス、糖度が高いんだよね。
ギネス、ギネス。そう、フチコマさん。高架機動隊好きなの。フチコマより俺、立ちコマの方が好きなんだけどね。コロナもライトビールだよ。バドワイザーとかと一緒。ギネス美味しいよね。超音波でこうバーってやって泡やるんだよね。ドイツの酒好きなんだね。確かに。まあでもほらドイツはほらビールうまいのいっぱいあるからね。地ビールって。ギネスはライトビールじゃないけど。おはようトベツさん。おはよう。アイテムは風船1個も投げないですが、こんな私が配信見てもよろしいでしょうか？もちろんですね。はい。できれば投げてもらいたいけど。うん。別にアイテム投げなくて見てくれても全然構わないよ。ただ、まあ、アイテム投げられたら俺は嬉しいから、まあ、アブさんが、あ、和道には投げたいわって言われるような配信者になるように頑張るよ。うん。もしよかったらフォローして。ただ、マナーは守ってね。うん、ブロック入れたりとか見るなとかそんなわけのわかんないことは言わないけど、マナーだけ守ってくれるんならブロックとか一切しないんで、もちろんもちろん大歓迎ですよ。ほっぺたプクプクこれでもだいぶ痩せたんだよ。シシドジョーみたいになるからね。ご飯あげた？あ、そうだったんだ。アイテムは気持ちだからね、リスナーさんの。そう、俺らからねだるようなことじゃない。ケーキ食ってないよ。食ってないよ、本当に。食いたいよ。食ってない食ってない。炭水化物だって昨日ドレさんからもらったお土産で久々に2週間ぶりに食ったんだもん。お腹だってこんだけ引っ込んだんだよ。ハートプレゼントありがとう。こんなに引っ込んだんだぜ。あんだけ乗っかってた腹が。だいぶ痩せたよ、2週間前に比べたら。本当に食ってないよ。だって2週間前の画像見る？本当に痩せたよ俺。やめて。俺嘘ついてないぜ。だって2週間前これだよ。これだよ。痩せてない？痩せたでしょ。こんな腹出てたんだよ。顔もふっくらし、今の方が痩せてるでしょ。あれどこら辺だっけ、腹。すごい痩せたよ。あれ。よいしょ。すごくない？乗っかってるじゃん完全に。だいぶスッキリしたでしょ、うん、じゃがいもきついハートありがとうプーさん。痩せたよねだいぶね。顎のラインがはっきり出てきたよね。
焼けケーキ食わないよ。だって捨て頃出たいもん。捨て頃出たいもん、俺。ドレさんじゃないや、便所さんって約束したの65キロぐらいに落としてねって。70キロって言われたんだよね。65、10キロ落とすの無理かって言われて。でも、65から70の間には絶対しといてっていうのが約束なの。だから俺は自分で12月の選手発表会までに体重を落とすっていうふうに決めたからさ。メガホン50個ありがとう。我慢するよ。捨て頃出たいもん。捨て頃っていうのは、配信者格闘技祭って言って、配信者が集まって殴り合いをしたんですよ。で、ツイキャスってわかる？ツイキャスっていう配信サイトで歴代3位、30万人ぐらい見たのね。で、300人の前で会場で殴り合いしたのよ。いや、ケーキうまいでしょ。食いたいよ、俺だって。俺だって食べたいよ。やめてよ。これがその捨て頃ってやつなんだけど。ちょっと待ってね。これか。3分3ラウンドを行います。青コーナーより和道流伝承者和道入場。なるほど。大会だね、非常こうに楽いう。しみな戦いですね。それでは間もなくいや、ね、ケーキの動画見始なまいりまよ。す。ケー第キ1の動画見ない試合。よ。ケーキ食いたいよ。もう第2回がこれ行われるんですよ。これに出るために頑張ってんの。そうそう。これに出たいの。こちらもキックボクシングルールでね、第1試合目と同様、キックボクシングルールで行います。さあ、ゴング鳴った。さあ、お互いリラックスしてますね。蹴るチャンピンの方から。さあ、決まった。すごいぞ、この蹴りが。い助やー、こ走のがすご時期モい。ンブランとかやめてよ。俺だって食べキックたいパんンだチから。と。食べ物のか話なダりメテルチャよ。ンピン選手、ためて蹴ってきますね、石川さん。これ、テルチャンピンのこのパンチとキックのコンボが結構気持ちいい感じで、すごいで猫すパンチだったよね。ね、本番ね。ただ、和道も徐々に慣れてきたんですかね。少し間合いをうまく取り始めました。さあ、どんどん前に攻めるテレチャンピン。攻める。1ラウンドからかなりテレチャンピン選手。まあ一方で距離を。こういう大会があったのね。こういう大会。そう。それが捨て頃。で、それに向けて昨日練習してきたの。なんかこれ。昨日じゃない、一昨日か。一昨日だ、一昨日。スタミナは、そうだね、走り込みしないとね、やっぱりね。そうそう、これがその練習なの。で、もともとドレさんに教わってたの、俺は。この人に格闘技を教えてもらった。俺の格闘技の師匠。身長差があるから難しいよな。パンチ当たんねえんだもん。距離潰すしかない。今月から行くよ。でも今日契約しに行こうと思ってる。
ここね、ロープが緩いんだよね。締めてもらいたいんだよな。バインバイン言うんだよね、ロープが。結構くそだ、ワノ君。多分ね、3分1ラウンド今持たない。これ2分なんだけど1分半ぐらいだったから、うん、月会費だね。月会費新宿高い。あのね、月会費だと1万2000円ぐらいなんだけど、1回ごとだと1回3500円とかかかっちゃうのよ。だから1回1回払ってたら破産しちゃう。だから1ヶ月分1万2000円払って毎月通うって感じかな。いやー、ドルさん強いかんね、怖いよ、うん、怖いっすよ。いやまあ、いやあれでしょ、ピチピチの服着るのはやっぱ肉体に自信があるからでしょ。やっぱ見せたいんだよ見せたいんだよ、ドルさんは。そのために鍛えてんだから。だってあのマッスルなさ、肉体はさ、別に格闘技に必要ない筋肉だからね。握力どうなんだろうね。まあ全体的にパワー系だよね、ドルさんは。全体的にパワー系だと思ってる。あとグローブを今買おうと思ってて、今のグローブ、これ捨て頃の時買って一番安いやつ買ったの2000円のグローブなんだけど、それでもね、こうマジックテープがもうダメになっちゃって、ほらペリペリ言わないでしょ、剥がれちゃうんだよこれ。それが困ってんだよね。だからちょっといいやつ買おうと思って、6000円じゃない、8000円か、8000円のやつ。格闘技じゃない、あの人はあの何ウェイトリフティングとかこういうのもやってるから。だからジム3つぐらい通ってんだよ。キックボクシング、ムエタイのジムと、その筋トレのジムと、あとなんつったっけ、柔術だか総合だか忘れたけど、3つ4つ通ってるんだ。いやモンブラン食わないってやめて、本当にブロック入れるよ。本当にきついんだから減量。キックボクシングだね、俺があの便所さんに申し込んだルールは。本当はボクシングルールでやりたいんだけど、対戦相手誰になんだろう。あ、そうだったんだ。いやよ、いやよ妖怪。いや、ブロック入れるよ。大変なんだよ、本当に。ストレスたまるんだよ。ドレさんは減量してるよ。っていうか、もともと絞り込んでるからね、ドレさん。体脂肪ほとんどないから。滝行。滝行、結構荒行じゃないですか。滝はきついっすよね。俺もね、真冬の海でやったかんね。まあ、滝の方がきついでしょ、水圧があるから。もうガンガン来るんでしょ、痛さが。冷たい。滝行でも一回やってみたいけどな。真冬にするもんね。プーさん風船ありがとう。プーさんはまあ絞らなくても大丈夫でしょ、うん、滝行貧血っていうか、多分ね、もうなんつうの、ガッチガチに筋肉が硬直するぐらい冷たいんだと思う。氷の中でやるような感じでしょ。バーってもうプル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 震えるぐらい痛いぐらい固まっていくんだよ、筋肉が、うん、ここら辺でやめときなさい。普通にコメント打ちなさい。アンチコメントもさじ加減だからね。
マジックテープに細かなゴミがついてると剥がれやすくなる。あ、全部やった。で、要は毛羽立っちゃったのよ。安いやつだから、中国製の。で、ここカミソリで剃ったりとかいろいろやったんだけどダメだったもん。完全死んでる。ゴミとかも全部取ったよ。あの、一個一個爪楊枝で弾いたり。もうだからお釈迦なんだよ、このグローブ。まあ、2000円のグローブってそういうことだよな。で、今ドレさん相談して、今買おうと思ってるグローブ見せようか。まあそうだよね、真冬じゃないと意味ないよね、苦行だからね。俺が買おうと思ってるグローブがドレさんが使ってるメーカーなんだけど、あのなんだっけ、ベヌムだっけな、ベヌムっていうメーカーかな。で、和銅カラーにしようと思って。いや、いいんだよ。自分の趣味は自分の趣味でやらないと。俺が買おうと思ってるのこれだね。コブラのマークがついてる。ベヌムっていうメーカー。赤黒。これがいいかなと思って。ベヌムってメーカー。あ、でもこれもかっこいいな。あ、ありがとう、アブさん、風船。これもかっこいい。あ、高いんだ、ちょっと。やっぱかっこいい。いいやつは高いんだね。19,950円だって。これかっこいいな。12オンスか。16オンスあんのあるか。え、これかっこいいな。マジか。インパクト。あー。俺が買おうとしてるやつよりもいいやつなのかな。いや、変わんねえか。こっち赤の方がいい？こっちの方がいいかな。これは7500円だった。まあ練習で必要なもんだしね。必要機材でしょこれは。これも、うん、こっちもかっこいいけどな。アディダスとかもあるしね。いろんなのがある。ピンクとか。インパクトってやつ、こっちの方がちょっと高いやつなんだね。値段がちょっと上がる。うん、まあ安い方でいいか、こっちの方で、うん。今のアイコンだと白黒？あ、いや、赤、自分も好きなカラーだからいいよ。赤と黒と白が好きなの。だから、もう一個あって、三つから選ぼうと思ってて、この白黒のやつもあったし、もう一個赤黒もあったんだよな。いろんなカラーあったんだよね。こっちにしようか、白黒にしようか、赤黒にしようか、いろいろ迷った。いろいろあったよ。どこだっけな。マウスピースは持ってるし。ベヌムボクシンググローブで見てみようか。シンググローブ、アマゾンで売ってる、売ってる、何でも売ってるよ。世界一のだって総合デパートでしょ。待ってね、ベヌム、ベヌム、なんかタイのメーカーなんだけど結構いいらしいよ。本革じゃないんだけど。黒白でしょ。おはよう、ゲルマ。黒白、これもかっこよかったからこれにしようかと思ったんだけど、イメージカラーじゃないから。あ、これかっこいいね、黒ベヌムの。これ高いわ。で、白黒、黒白、白黒、結構いろいろある。で、俺が買おうと思ってんのこれ、赤黒、黒赤か、黒赤、いろいろ出てる。オレンジもかっこいいけどね、パンクっぽいやつ。で、ドレさんに相談したら、ああ、そこのメーカーいいぞっつって。ああ、これもいいね、赤白、赤白もあるわ。使いやすいよね、便利だよね、今の時代は。いろんなデザインあるね。これこれ、これにすっか。赤黒白もあるじゃん。これだな。頼んでおこう。
ひな死んじゃった。うん、ふみっくさん。踏んづけて死んじゃった。おはよう。セーラームーンコラボが買いすぎて彼氏からディスられてますが、メルカリでセーラームーンスカジャン買う。セーラームーンスカジャンっていうのがあるんだ、すごいね。スカジャンでエヴァンゲリオンのコラボやってた時欲しかったけど、高いんだよねスカジャンって。結構スカジャン高いよね、マジだよ。ナヤタはもうだからこの世にはいない、天に召されてしまった。うん、かわいそうなことしちゃったよ。うん、安いじゃん、安いじゃん。もうじゃあいい買い物なんじゃないの。いいと思うよ。え、なんか言った。スカジャン買ってあげようか、のんちゃん。え、なんでトーンダウンしたの。いいなっつったの。あーそっか、女、そう、のんちゃん小さいんだよな。のんちゃんなんかプレゼント買ってあげようか。っていうかのんちゃんさ、去年のクリスマスに買った服一回も着てくんないじゃん。まだそんな寒くないから。そっか、今年着てくれる。あれどこにあんの、家にあんの。うん、うん、そうそう、いないいないって探したら布団の中で死んじゃってたんだよね。そう、要はあのプラスチックの籠から飛び出ちゃってたの。そう、女の子用のスカジャンある？うん、マジか。あとガンホルダーも買わねえといけねえし。何？いやだから鮫島さんと練習が近いから。え、のんちゃんも一緒に行く？見学で。そうだよね、疲れちゃうよね。俺行ってきて鮫島さん帰り送ってくれるって言うから、うん、一緒にシューティングレンジ行くから、その時は一緒に行けば。うん、うん、いやまあまあ一緒に、うん、まあ治ってからでもいいし。そう、これガンホルダーどのタイプがいいと思う？脇に締めるホルダータイプか、俺ここでいいかなと思ってんだけどね。腰のタイプ、ベルトに挟むタイプでいいかなと思って。ハンドガン、ベルトも買ったでしょ。ガンホルダーとフェイスガードは鮫島さんどうすっかだよな。あ、何が必要だっつったっけな。ガンホルダーはとりあえず前の日前日に買うか。
あとガスも買わねえと。あれどうやってやるんだっけ、これ。こうか。こっち側そんな重くないんだな。トランシーバーはまだいいって言われた。とりあえず。だから今後お互い買おうって。リーダーとやっぱサブリーダー持っとかないとっていう。いや、鮫島さん的には、まあ、ガンホルダー入れと、あればいいよっていう感じだった。あ、太ももに巻きつけるタイプ、こっちか。動きづらいかな、腰がいいかな。サブウェポンだから、腰からこれでいいかな。俺は腰がいいな。腰に入れて、かかって。あと練習しないと標準合わねえな。太ももはかっこいいよね。動きは絶対動きづらい。腰の方が安定感あると思う。これどうやって、これがセーフティー。おお。セーフティーロック。まだガス入ってたわ。結構威力あるな。危ないね。ベレッタ。これあと何発入ってるかって見れないんだね。どっかで見れると思ってた。これ取り出さないと見れないんだ。取り出すと見れる。あいつスムーズなんだな。のんちゃんのグロック見せて。イタリア。キザな銃だよね。かっこいいな。のんちゃんの銃の方が軽いね。渋いな。あ、でも俺はやっぱベレッタの方が握りやすいわ。ベレッタでよかったな。使い方がよくわかんねえな。これ戻んないんだけど。どうやって戻すの、これ。こうやって戻すんだ。これがシングル。よくわかんねえな。これで1万3000円ぐらい。こっちも1万3000円ぐらいだったね。いいやつ買えって言われて。アメリカ人どうなったんだろう。なんか喧嘩したらしいよね。ありがとう、のんちゃん。いや、喧嘩したらしいよ。なんか銃買ってないとか、買ってるとか。まあ、ない。俺もしごかれたけど、だいぶ。
ワンホルダーね。結構するよ、高いよ。まあだけどサバゲーはね、本格的にやるって言ったから、鮫島さんが。俺もちょっとやってみたいなと思ってたから。で、配信の企画にもなるし、盛り上がるでしょ絶対。まあちょっとお金かけようかなと思って。あとは銃のケースとかも買わないといけないのか。のんちゃんもチームだから。まえちゃん、お、まえちゃんか、あ、ちょ、まえちゃんか、おはよう。そっか、朝方最近やってないからリスナーがなんか久々な感じするんだ俺が。なるほど、俺が朝やってなかったからだ。ようやく意味が分かった。なんか今日メンツ違うなとか思って。のんちゃん風船ありがとう。ありがとね、のんちゃん。おはよう、招き猫ありがとう。ハユルさんありがとう、頑張ります。今月もありがとうね。招き猫持ってたんだまだ。あざーす、ありがとう。おはよう、頑張るね、ありがとうね。すげー、やっぱリスナー昼最近やってなかったから。パチパチもありがとね。違う放送に行ってて私のことディスられたんだけどどう思いますか。あ、何があってディスられたかどうかだよね。内容を聞かないと分かんないかな。ちょっと内容を知らないからさ俺は。どうなんだろうね。なんて言われたの。いやー、あれでしょ、なんか女の子に男一人の首をなんかね入れてて、なんか強姦殺人してたってやつでしょ。
なんかペラ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 喋ってるよね。まあとんでもないよな本当に。とんでもねえな本当。でもしかもあれでしょ、死にたい被害者が死にたかった人なんだよね。だからまたそれがなんか変な感じがするけど、死にたい人と殺したい人がマッチングしてたって話でしょ。いや怖いよ、なんだかよくわかんないよね、もう本当に全然わかんないわ。いや何なのっていう、いや本当に何なのだよ、本当に何なのだよ、全然わかんないよ、なんて言っていいのかだよね本当に。何なんだろう、なんて言ったらいいかわかんねえわ俺も、あの事件に関して言ったら。俺ならほっときますか。いやだから内容と、その俺がいつも言うんだけど、あの何かが起こるってことはどういう流れかっていうのが重要だと思ってて、だからそのディスられたのがどういう流れかだよね。例えばその応援してて普通のコメント打ってんのにいきなり八つ当たりされたらふざけんなよって思うからもう見ないって思うし、ブロックするし、まあその言い合いになったならその自分も悪かったところあんのかなとか思うし、ただまあ一方的にディスられた気分は良くないよね、何にもしてなかったり応援してたりすんのに。でまあほら俺の場合配信者だからディスられ、ディスりディスられみたいなのはあるけど、純粋なリスナーさんをあんまり攻撃するのは俺は良くないと思うよ。コメントでね、なんか先に言ってたんならあれだけど、状況が分かんないと何とも言えないな、まやちゃんね。俺だったらまあ関係切るかな、いけないディスられたら、何もしてないのにだよ。山ちゃんおはよう。だからちょっとね、まゆさんが誰にディスられたとかも分かんないから、俺はちょっとごめん分かんねえわ、何とも言い難いわ、何とも言えねえ。まあ気にしないことがいいよ、まやちゃん。あんまり多分思い入れのあった配信者なんでしょう、で言われてショックなんでしょう。好きだからこそね、なんか言われたら傷つくもんだから、多分ね気に入ってる配信者だったんだろうと思うけど、あんま気にしないことよ。まあ、配信者もリスナーも気分で話す会話してるし、すれ違っちゃうもんだから、まあ、好きならまた見ればいいし、様子見て、早起きっていうか夜中に起きただけでずっと配信やってるだけ。おはよう簡単なんだよさ、早起きじゃないよ、夜中からずっとやってるだけだよ。そうそう、おはよう、いい天気だね今日ね。まあまあ、まあそうだよ、気にしないで、いいこともあるから、人生だから、あんまり深く考えないでさ、いろいろあるさ人間関係だから、それも楽しんでこうよ。火事と喧嘩は江戸の花だっけ。
人間だから気分の悪い時もあるから、俺もね八つ当たりする時あるみんなも飛び火してるもんねまあ、あんま気にしたらダメよ、うん、挨拶は基本でしょういや挨拶は基本だよ普通普通山さん、うん、虫の居所もあるよあるよあるよ。変えてる人いっぱいいるよ。サムネ家になったらサムネと名前変えて関係性をやり直すって人もいるよ。でも俺はそんなことやっても意味ないと思ってて、人間関係だからリセットはできないしね、そんな嫌なことあるために変えててもしょうがないから、うん、俺は普通に和道って名前ずっとやってるけど、サバーカもないし。でもね最近ねふわっちでコメント書きづらいから、有名になっちゃったからサバーカ作ろうかなとは思ってるけどね。いやひっそりとリスナーやりたい時はあるんだよ俺にも。買い物リストの画像？何それ？あ、プーさんが買いたいやつあ、さっき言ったスカジャン？どれどれあ、これ買いたいの、うん、はいはいはい、いいや気にしないで、好きにやれやいいんだ、適当に適当に。好きな人に花火投げてそれで終わりよ。嫌いな人にはアンチコメントしてただそれだけだ大したことはない。もしよかったらさ、下の URL の動画、あのいいねボタンを押してください。よろしくお願いします。どれの深夜食堂 VS 和道の動画編集して、久々に自分で編集して作ったんで、もしよかったらこれいいねボタンを押してくれると嬉しいです。また来てね。YouTube いいねボタンよろしくお願いします。グッドボタンね。バットボタン押すなよ。いいねボタン押してくれって頼んだんだよ。誰だバットボタン押したの。考えろよ。アブさん風船ありがとう、あざーす。あ、押しといてくれた、ありがとうありがとう、嬉しいよ。みんなありがとね。いや違う、逆逆、バレーヌ逆、バレーヌ逆、上向いてる方、下じゃない逆逆、いいねの方ね、上向いてる方ね。てかもうバットボタンの機能やめろよ、もうへこむんだよ。なんで YouTube バットボタン作ったんだよな。だってさ気分良くなるはずないじゃん、動画作ってる側からすると。だから Facebook みたいにグッドだけでいいじゃん。なんでバットボタン作ったの、フェイス、あの YouTube って。そう思わない？だってバット押されていいわけないじゃん気分が。なんでグッドボタン押さないんだろう、グッドボタンにしないんだろう、うん、ちょっとよくわかんねえわ。なぜだろう。確かにでしょ。だから Facebook はちょっと考えて作ってるなって。グッドは多ければ多いほどいいじゃん。Twitter もいいねボタンだけじゃん。ハートマークだけど。ファボって言うんだっけ。なんでバットボタンがあるんだよな。バット押されたら気分悪いだろう、誰だって。うん。だからバット押すなっつってんだよ！
なんで3件も増えてんだよ。バット押すな。この1分ぐらいのトークでなんでバットボタンが3つも増えてんだよ。押すなっつってんだよ。この手の動画は人気みたいな投稿してる側が目安にするため？ああ、だったらいいねボタンの数だけでいいと思うんだけどな。なんで悪いものをわざわざ書くんだよっていう。全然意味わかんねえよ。いや、話聞いてねえだろ。バットを押すなっつってんの。だからバット超えちゃったよ。ああああああ、もうまたバット増えてるわ。もう13個になっちゃったよ。13個になっちゃったよ。さっきまで4だったのに。バットを押すなっつってんの。こっち押せよ。いいねよ。自分で押してるけど、ちょっと恥ずかしいから今は解除するけど、いいか、いいか、もう一回言うぞ。いいね、わかる？いいね、増えるでしょ？こっち押すの。左の方。いいね。わかる？増えるでしょ？ 13 でしょ？わかった？ 11 の13だよ。もう一回更新するよ。うん。更新するよ。なんで16なんだよ。なんでいいね増えてねえんだよ。こっちを押すなっつってんの。こっち押せ。わかったか？ 12な。12の16な。いくぞ。12の16な。うん。なんで19なんだよ、お前。聞いてねえわ。もうダメだ、こいつら。話聞かねえわ。バットボタン押すなっつってんの。なんで増えるんだよ。バカだろ、お前ら。ほんと頭湧いてんな、ほんとに。いいね押せよ、いいねよ。やめろよ、ほんとに。バットボタン押すなよ、ほんと。日本語が通用しねえんだ。秒で増えてるな。秒で。バカすぎるわ、ほんと。なんかもう YouTube のコメント欄もアンチコメントばっかり書くしよ。ほんとイライラすんだよね、 YouTube のアンチコメント。あのね、ニコ生とか生放送のコメントはその場限りでいいけど、 YouTube の方残るんだよ。で、次見る人とか新しく見る人が嫌な思いすんの。だからログが残るものはもうやめて。そう、コメントにヘタレパンチとかさ、なんかこんなのボクシングじゃねえよとかさ、素人かよとか、見てる人が先入観を与えるから、そうコメントで、そのアンチコメントもやめて、バットボタンもやめて。本当に気分悪いって、コメント欄荒らされるのも。あー、もう気分悪い。あー、バットボタンまた増えてるし。あ、グッドボタンありがとう、タコスケさん。ありがとう、ありがとう。グッドボタン押してください。YouTube のコメント欄悪質だよね。残るじゃん。いや、見てて気分悪いもん。本当に。なあ、コメント欄削除しようかな、俺。コメント欄消そうかな、YouTube の。別に消すことは可能だから。しょうがないかな。まあまあ、しょうがないよな。ネットだもんな。こういうもんか。グッド押してくれた、プーさん、ありがとう。そう、動画の内容と全く関係ないディスりを永遠と書かれたりするのよ。本当に動画の内容と一切関係ないなんかこと書かれたりとか、内容見てねえだろみたいな。スターではないけど、いやいやいや、歴史っつうかさ、動画のピンの内容で、いや、ボクシングこうガードを固めた方がいいよとか嬉しいのよ。もっと頭振ろうよとかさ、次は勝とうなとかさ、なんでなんかオレオレ詐欺前科3犯とかさ、もう関係ねえだろ今みたいな。ボクシングの動画関係ねえわみたいな。動画に対する評論じゃねえの。グッド2回押したら外れるよ。あったまくんなこいつ、本当にバカ。グッド1回押して2回押したらゼロだろうがよ。1回でいいんだよ。2回押したらゼロだから、うん。1回押せ。なんでわかんねえんだよバカが。
1分10秒か、そういうの書いてほしいの、タコスケさん。1分10秒からどれが消えるのがいいね、それをコメント欄に書いて、そういうのが欲しいの。それ書いて、コピペでいいから、タコスケさん書いといて、どれの笑顔が消えたぜ和道とかさ、そう、そういうのが欲しい。そういうのグッと2回押さなくていいよバカ。もうあーもういや上がったりだわ、お疲れー、もういいわ。そういうの書いてね、コメント。お疲れさん、アイテムたくさんありがとね。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。